皆さんこんにちはそれでは公認会計士五月担当本試験分析会企業法を担当いたします森村と申しますそれでは今日お配りした資料の方をご覧ください、えー、とまあ担当式試験の分析会ということなんですけれども企業法の場合にはもうほとんどその取材分野もですね取材傾向というのも難易度というのもほぼ変わりませんのでまあ毎回同じような話になってしまいますが 聞いていただきればと思います。まず形式面ですけれども、取材形式というところですね。取材数は前回と同じ20問。ここのところもずっと20問です。で、配点はすべて5点ということになってまして、問題紙が4紙、選択紙6紙ということで、これも前回とというかまあここのところしばらくずっと同じです。で、問題文の表現につきましてもですね、20問すべて正しいものを えー、選べとといいいうこういうこ形式の問題になっってますすちょっと小さいですかね、えー、正しいものの組み合わせを選びなさいということです。で問題詞が4子あ,あいうえとありましてでその全ての組み合わせが選択肢として1から6までにあるということですね。でこの問題詞の4詞というのが正しい足が2つで誤っている足が2つであるともうここのところもずっと同じです。で、えー 出題形式はだから基本的にこの正しいものの組み合わせを選びなさいということですねで、あとはその問題文の冒頭にですねその問題のテーマが書いてあるというのもこれも同じですだからこの問題1ですと個承人を除く個人承認がテーマになってますよっていうことになってますのでここも特に惑わせる問題とか一体これ何の問題なんだろうという問題の主体はされてませんそこも特に問題はないですね あと今回は名を書きのある問題が3問取材されてました問題2問題9そして問題11ですねまず問題2を見てみますと名を書きっていうのはこんな感じですねなお商法のの規定を変更しまたはは排除すするる特約はないものとするとだからつまりそこのところは余計なことは考えなくていいですよということで、まあ、条件を絞ってるというようなことですね、えー、まあついでに全部見ておきますと問題9 問題９はなお電磁的方法による通知は考慮しないものとするっていう。今日本試験問題もお配りしてますよね。えー、こういうような名を書きがついてます。まあこれもだから書面による投票だけ考えてもらえばいいですよっていうそういうことですよね。でさらに問題１１の名を書き。この問題１１の名を書きというのは実はこの 問題,問題11というのは非常に正答率の低かった問題なんですけども、えー、それを解くヒントといいましょうかこれ気づかないと間違っちゃうっていうそういう名を書きですねなお各記述において定款に別冊の定めはないものとするとこれは後で時間があれば見ることにしていきます。でこういう形で名を書きのついてる問題は、えー、もうなお書きのところに、えー、試験受けた時には何か印をつけてですねそこはもう一度、えー、解き終わったら見ると見返すっていうふうにしておいた方がいいと思います。 で次取材内容につきましては、まあ、いつもと同じように条文の損否そういう条文があるかないかあれば丸、なければ罰というそういう形式の問題がほとんどでした。でこれは形式的にはですね最高裁判所の判例によればとか最高裁判所の判例の趣旨によればっていうふうに書いてますのでそれが判例を聞かれてるのか単に条文を聞かれてるのかっていうのはもう 問題文見ただけでで識別は容易ですね先ほど見ていただいた問題1位の「右の足」なんかがそうなんですけども最高裁判所の判例の趣旨によればっていうような書き方をしてます。で判例というのはまあ新しい判例も今回はえっと平成29年の新しい判例も出てますけども古い判例ももちろん出題されることはあります。で判例についてはですねもう判例の数山ほどありますので全部の判例を当たる事前に当たっておくっていうのはそれは不可能ですから。 それはあの講義の中で選択して必要な判例についてはまあ大体抑えていくということになります。で判例が出てたのが問題1の「う」の足そして問題2の「あ」の足ですねこれがその平成29年という非常に最近の判例です。こ、まあ、ここまでででははは講義えててなかっったたんですけどもただこれっていうのは あのまあ常識に即したそのものっていう目的物の中に不動産入るかっていうので普通に物といえば動産不動産有価証券っていうふうに考えればいいところなので特に間違えることの間違えやすいという問題ではないと思います。ですすねそれのの足で,すでこれは昭和28年というまあ結構古めの12月3日の判例ということになります。 これも判例知らなくても、えー、定額に記載のなき財産引き受けというのはもうそのその会社の、えー、権利能力外の行為ですから絶対的無効であるということで答えは出るんじゃないかというふうに思います。でまあ、今後も判例対策はもちろん必要なんですけれども取材さ可能性のある判例はテキストにおお、まあ、ね書いてありますのでテキストを読んでいただく、えー、あるいは特別担当特別講座を聞いていただければその中で出てきますので対策としてはそれで、えー、十分だと思います。 で次会社法施行規則というのがありましてこれすいません皆さんのお持ちになっているレジュメと数が違ってると思うんですけどこれ3にしてくださいこれにって書いてありますけど3ですこれ本試験当日の回答速報会では会社法施行規則に関する足は出てませんっていうふうに言っちゃいましたけどもまあ、なんでそういったかというと要するに そのこれについては法務省令によるって書いてあって法務省令見てもそれ書いてないので書いてないそれに当たらないので、まあうん、直接的に会社報酬規則問われてるわけじゃないなっていうのでゼロって言いましたけども、えーまあ、関係あるっていうものを集めてみると会社報酬不足関連も含めて3紙3足出てました。で、えー、どこに出てたかというと問題5ですね問題5の。 「あの足」ですけれどもこれは条文が135条2項5号という会社法の条文が 法務省令によるところによればというふうに書いてあってそれが会社法行規則の23条とということなんですただしここに書いてある足をちょっと読んでみますと子会社は市場価格のある親会社株式を当該親会社株式一株を取得するのと引き換えに交付する金銭等の額が当該親会社株式一株の市場価格として法務省令でこの法務省令ってところなんですよね法務省令で定める方法により算定されるものを超えない額で取得することができるってこんな規定そもそも法務省令に影も形もないですからいわゆる熱情 熱増上分と言われているものでしてだからまあ会社保守行規則を知らなくても解けると言いましょうか知ってても解けないと言いましょうか、まあ、そういう問題でしたので、えー、まあ嫌な問題ではあるんですけども、まあ、会社保守行規則に関連する問題と言えなくもないというその程度ですね。で、えー、次が問題6のイノア これは単元未満株主の権利として制限することができないもの制限することができないものが会社保守法規則35条に書いてあるんですけれどもそこに書いてないと書いてないのでこれはええそのさえ制限するというそういう規定を定款で定めることもできるという足ですのでこれもまあ書いてないという意味でえ書いてはないんですけども会社保守法規則に関連するというそういう足ですね。で最後もう一つ 問題9の「う、えー」右の足問題9の「う」の足がですね議案についてですけどもその招集通知株主総会の招集通知にはさまざまなものを書かなきゃいけないんですけどもそれについて、えー、ここですよね、えー、と書面による議決権行使をしたときに その賛否を記載する欄に記載がなかった賛成とも反対とも書いてなかった場合それをどういうふうにカウントするんだというそういう問題がありましてそれが298条1項1号から会社法施行規則の63条3号の2そして会社法施行規則の66条1項2号というところに書いてあるんでですねそそのの場場合合ににはは、えーえー、問でしたっけその場合にはですね。 えっと、賛成とすることも反対とすることも危険とすることもそれはあらかじめ定めることができますよというふうに書いてますのでそこで、えー、危険したものと取り扱わなければならないとされてるの足は罰ってことになりますね、まあ、これがまあほぼ唯一、えー、会社法針法規則を、えーまあ、ここまででも細かいことは勉強した方はほとんどいらっしゃらないと思うんですけども知ってれば解けるというそういう問題でした。 でこの会社保守校規則については今後ももちろん取材される可能性はあるんですけどもこれも網羅的に全部ですね会社保守校規則を勉強するっていうのはとてもその時間的にも無理ですしそこまで、えー、その優先順位が高いものではありませんのでこれも講義の中では、えー、取材可能性の高いものだけ、えー、その講義でお話しすることになると思います。ただまあそのの程度の対策でで十分ですしあとは どうしても知らないものは出る可能性はありますけれどもこれはもうその場で判断していくしかないとそこまで含めて全部事前に準備をするっていうのはむしろ非効率的だというふうに思います。であと先ほどちょっと「捏造条文」という言葉を言いましたけれども今回の特徴の一つとしまして普通はですね担当式試験というのは条文そのまま書いてあったら丸なんですよそしてその条文について例えば条文というのは基本的に主体と条件とそして 行為とというふうふに3つにつ分けるることができるんできんすよね例えば取締役はで最終的な行為として例えば取締役会の承認を受けなければいけないでその条件として例えば協業取引をするときはっていうようなそういう形になっていることが多いわけですよ主体と条件と行為っていうような形になっている行為規範なんかはそうでですよねそそのどっかを変えてあるわけでしょうそれが例えば監査役は協業取引をするときは取締役会の承認を受けなければいけないって出たら罰ですよね。 そういう形で正しい条文の一部を改変して罰の足を作るっていうのが普通なんですけども、これに対して熱情条文というのはそもそもそんな条文はないっていうそういう足なんですよね。だからこういうその足を本試験で読んだときにはすごく不安になるわけですよ。こんなの読んだことないと本当に条文あったのかと。でそういうときに。 それはもう種子から考えるっていうふうによく言うんですけどももう種子から考えるってことになってしまうと種子なんていうのはですね結局「丸にも「ツにもどっちにもくっつくようなものがあるわけですからだからそのあんまり種子から考えても正解に達することはできないですね。 で趣旨っていうのは結論を覚える段階でつまりインプットの段階で抑えるべきことであってアウトプットの段階で趣旨考えるっていうことになってるとほとんど負け戦ですからできるだけそういうことのないようにその最初のインプットの段階でたくさん覚えていくっていうことが重要にはなってくると思います。でそういういののの足足がででですすすねねね例えば問問題題これなんかよ これいかににももありそうな条文にも見えるんですよ子会社は市場価格のある親会社株式を当該親会社株式一株を取得するのと機会に交付する金銭等の額が当該親会社株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない額で取得することができるだったらこの額以内だったら改正財産の不当な社外流出はないからだったら資本の空洞化招かないからいいんじゃないかって思っちゃうともうそれで。 ダメなわけですねだからこんな条文はないんだってことを知っていればそれはもちろん自信持って切れるわけですけれども,も捏造なんていろんな形で捏造できますのでこれはやっぱりその場でですね、他の足との比較でどっちが怪しいかどっちが×かっていうのを比較して切っていくしかないと思いますだから逆に言うとこういうようなその場で実際に見てみないと丸×の判断がなかなかつきにくい足はやっぱり何歯か出ますだからそれを含めて えー、要するにそういう不確,不確実な正解がです、ね、自信持てないような問題が出るということをあらかじめ前提とした上でえで、ー、その条文の数をです、ね、覚える条文の数勉強する範囲というのを増やしていくという方法しかです、ね、企業法で安定的に高得点を取る方法というのは基本的にないんじゃないかというふうに思っていますで。もう一つ、えーっとえー、捏造条文 2つ目はですね熱つ造成分2つ目は問題15の「あ」の足なんていうのもそうですね一見もっともらしいこと書いてあるんですよ社員の持ち分の割合はこれ持ち分会社です持ち分会社の社員の持ち分の割合は当該持ち分会社の箱積み持ち分総数に対して事故が所有する持ち分数の比例により定まるとあ株式会社というのは例えば、えー、その おー、株主平等の原則っていうような形で同じようなことが書いてある。だったら持ち分会社もそうなのかなって一瞬思っちゃうんですけど、これそうじゃないんですよね。持ち分会社の場合には、そもそもも、えー、社員の地位というのを、その会株式会社のように割合的単位化してないわけですよ。もちろん単一の原則っていうのが実は。 持ち分会社にもありましてだからそもそもこの「あの足」なんていうのはそういうような概念すらないっていうことなのでこれもだから知らないとなかなか知っていてもあるいは不安になってしまう足ということになると思いますあと問題17これは「が2つも出てますあの足」「胃の足」っていうのがしかもこれ事業譲渡とか組織再編のところですからなかなかこれも難しいところですよね。 あのの足なんていうのはです、ね、株式会社がその事業の全部を譲渡する場合においてそのための株主総会の決議と同時に当該株式会社が解散する旨の決議がなされたときは当該株式会社の債権者は当該事業譲渡等について異議を述べることができるで事業譲渡については債権、えー、者保護というのは基本的に民法で図られます民法の債権者取消権等で図られてますので会社法には規定がないわけですよ。 じゃあこの「あの足」のようにそれについての例外がもしかしてあるんじゃないかとだからここのところもそんな例外はないんだっていうふうになかなか自信を持って切れないところなのでちょっと不安が残るところですよね。 今もそうですね九州合併において九州合併存続株式会社が九州合併消滅株式会社から承継する資産の額が当該九州合併存続株式会社が当該九州合併消滅会社から承継する債務の額を超える場合は当該九州合併存続株式会社の債権者は当該九州合併について異議を述べることができないとこの場合には会社の財産的なその社外流出がないからそれでいいのかなって思っちゃうとこれもまずいわけですよね。 債務者の交代を伴うわけですからこの場合はやはり債権、えー、者保護手続きは必要である、まあ、これも債権者保護手続きが不要な場合という例外なんかないんだというところそこをしっかり押さえておかないとなかなか正解に達することとが難しいということになりますよね、はいまあ、こういうような形で、えー、今回の出題の特徴として捏造条文がたくさん出てましたねということですね。 で次は分野別の出題数を見ていきますけれども、ここはまあ毎年同じですよね。商法から2問ですね、で会社法から14問、金融商品取引法から2問取材される。で会社法の内訳自体もほぼ例年通りです。この括弧の中は前年度なんですけれども、今回設立が1問しか出てなくて、そして株式が、 3問出題されたっていうところがちょっと違うぐらいでしてそれでもまあせいぜいそれぐらいの違いしかありません、まあ、いつもと同じですよねこれ要するにその毎回同じなんですけども全範囲からまんべんなく出題されてるっていうところに特徴がありますしたがって企業法の場合には特定の分野についてここは勉強しなくていいってことはないですのでまんべんなくやってもらうってことになってきます。で昔はです、ね、このの難難易度でで見ていいいきますすすけれどもも金融商品取引法ががごく難しいっていう時代があったんですね でその頃っていうのはその金融商品取引法2問しか出ないしそんな難しい問題いくら勉強しても解けないっていうのでそれもやんないっていう人もいましたそういう作戦もあったんですけどもここのとこ最近ですね金賞法の問題がものすごく優しくなってますので基本的な勉強さえすれば取れますから金賞法についても今はもう切ることはできないというか、えー、それは得策ではないっていうことが言えると思います。で次難易度につきましてですけれども難易度というのは企業法そんなに変わらないんですよね。 えー、こ今回はあの監査論が難しかったとあるいは、えー、管理会計が難しかったとで監査論なんか特に優しい難しいっていうのはすごくこう波がありますけれども企業法の場合にはほとんど変わらないです今まで史上一番優しかったのは平成28年の12月の問題でしてこれは企業法の正当率平均ですね平均の点数が60%を超えちゃったっていうそういう年がありましたでこの年はさすがに企業法が優しくすぎてですね企業法が 優しかったせいで全体のボーダー本来70%っていうふうに定められてるはずなのにだからそれを下回る分には受験生不利にならないからいいでしょうけどそれを上回っちゃ普通いけませんよねそれなのにこの年だけは71%ということで全体のボーダーライン上げちゃったというぐらい優しい時がありましたで逆に史上一番難しかったのがその前回で平成28年の5月の48.9%というものすごく難しい年がありました。でこの一番 難しい回と一番優しかった回のその差もですね15ないわけですよ3問も違わないっていことですねで普通はだいたいこの 50.6%50. 50. 何っていうのがたいこれ標準的な難易度ということになってきますただ平均が50%前後の難易度の問題で企業法でやっぱり80点取りたいってわけですけどもその80点をなかなかキープするっていうのはそこそこ難しいことですよ。 だから企業法については特に量がものすごくたくさんありますのでそれは覚悟して勉強していただかないとできるだけ早めに対策を始めていただかないと12月間に合わないということにもなりかねないというふうに思います。で今回の難易度ですけれども、まあ、前回と同じかあるいは前回よりちょっと優しかったかなという感じもしますので48%から49%ぐらいが平均の点数なんじゃないかと思います。でこれはですね 前回もそうですし今回もそうなんですけどもレッックののポイントアップ等連というのがだいいたこのレベルに合わせてますだから直接出る出ないは別としてそのレックのポイントアップト連で例えば毎回だいたい70点取ってる人は本試験でも70点取れる80点取ってる人は大体本試験でも80点取れるぐらいのレベル感だと思いますので、まあ、これはあの。 他校に比べても一番本試験に近いんじゃないか感触的には近いんじゃないかと思いますのでぜひ、まあ、レックの答弁を受けていただきたいというふうに思います、はい、それではですねあもう時間があんまりありませんね、えー、何問か大手さんのです、ね、リサーチで正答率の低かった問題の解説を、えー、しときましょう。えー、っと極端に 正答率の低かった問題が3問ありまして11問12問15問なんですけども11問見ておきましょうか11問はですね難しかったのは「う」の足だけなんですけどね「う」の足を見ていただきますと。 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において当該提案につき取締役及び監査役の全員が電磁的記録により同意の意思表示をした時は当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなされるとこれ取締役も賛成してるし監査役の全員も賛成してるつまり監査役も反対してないだったらこれでいいんじゃないかっていうふうにまあ思っちゃいがちですよね。ところがこれっていうのがそのさっき言ったな書きが生きてくるんですよね。とというところで 定定に別段の定めがないとつまりこういうような特別の取り扱いを認めるためには定款で我が社においては取締役の全員が賛成しそして監査役がそれについて反対の意見を述べなかった場合にはそれはえっと決議があったものとみなす,みなすことができますよとみなしますよという定款規定がなきゃいけないわけですよね。 だから、定款規定があるともないとも書いてある「右の足は×だということになるのでこれはその「右の足を解いているときにその直書きのところに意識がちゃんと残っているかどうかということで解きやすさが全然違ってくる問題だということができます。で次に、その次の第12問も正答率が低かった問題のようです。 で監査等委員会設置会社これは皆さん苦手とされている方が多い分野ですね、えー、そのちょうど普通の取締役会設置会社と市民委員会等設置会社の中間的な形態ですのでどっちに寄せて考えるかっていうのでそれがあの各項目ごとに違うんですよねそこのところが難しいところだと思います。であの足見ていきますと、えー、監査等委員である取締役が事故のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは当該取引につき取締役会の承認を受けることを要しないかどうか。 でこれは監査等委員というのは監査役役の仕事をすする取締役なんですよね。だから監査役の仕事をするっていうふうに重点を置くのかそれとも取締役であるっていうところに重点を置くのか監査役って普通の会社の監査役は協業主義務ないでしょ取締役はありますよねどっちなんだというとこれは取締役よりの扱いをするなぜかというと監査等委員である取締役であっても取締役会の構成メンバーとして会社の業務執行に関する意思決定に関与するからですね。 だとすれば同じように協業取引の危険性はあるわけですからだからこの場合には承認をを受けるるるこここととと要すすののあの足は間違っていいうそういうそになりますでは井の足代表取締役が取締役会の承認を受けることなく事故のために株式会社と取引をした場合つまり利益相談取取引引の直接取引です当該取引によって当該代表取締役が得た利益の額は当該代表取締役の任務形態によって当該株式会社に生じた損害の額と推定される。 これは会社が取締役に対して条1項のいわゆるる任任務・責任を追求すす場合ですよねその時に会社のこう思った損害がいくらかそれが分かりにくい場合には推定規定が置かれている。でどういう場合が分かりにくいかというと会社自体が会社自身が契約の当事者になってない契約類型の場合にはその契約書を見ることができませんから会社にいくら損害が発生したか分かんないわけですよね。とこころがこの場合には 利益相反取引のしかも直接取引ですから会社が必ず、えー、その、えー、契約主体になってるわけですよね。ってことはその損害額について、えー、立証の困難さというものはありませんからだからこの場合には損害の推定規定は置かれる必要がないわけです。じゃあ損害の推定規定を置かれてるのはどういう場合だったかというとそれは協業取引の場合でしたよね。協業取引とというのはそののはははそ会社自身は、えー、契約の主体ななってて、るわけではなくて、えー そののの会社の取締役とと第三者との間に成立する契約だからだから会社がいくら損害を被ったかわからないから損害規定が置かれてるっていうことでしたよね。はいうのは宇野代表取締役が事故のために株式会社とする取引につき取締役会の承認に加え監査等委員会の承認を受けた時は当該取引によって当該株式会社に生じた損害の賠償責任につき当該代表取締役はその任務を怠ったものと推定されることはない。 これは正しいんですよね要するに今度新しく平成26年に監査等委員会設置会社という制度を新たに作りましたとこれはできるだけ利用してほしいそうすると普通の取締役会設置会社にはない何かメリットを一つ挙げましょうというのでそういう制度の採用させる促進策としてこのような規定を設けたわけですね。だからこれはもう政策的理由による まあちょっと甘い取り扱いを認めたわけですので特に理論的にどうってことはないのでこれはもうそういう政策的なものだっていうことで、えー、結論を覚えておくしかないそういう足ですね。最後への足代表取締役が事故のために株式会社と取引をした場合つまりこれは利益相反取引の直接取引でかつ事故のためにつまり最も危険な取引会社にとって最も危険な取引ということになります。そのの場合にには当当該該取取引につき取締役会の承認を受けてていた時であっても当該 代表取締役の当該取引によって当該株式会社に生じた損害を賠償する責任は任務を怠ったことが当該取締役代表取締役の責めに期することができない自由によることであることをもって免れることができない要するに何言ってるかというと428条1項でここの場合は無過失責任ですよっていうことですすよよというねだからここのところは要するに長い文章ですけども要するに何書いてあるんだということさえ押さえてもらえば特に問題ないと思います。最後、えー、問題15を見ていきましょう 持ち分会社についての問題ですねあの足先ほどもちょっと見ましたけども社員の持ち分の割合はそもそも社員の持ち分の割合って概念がないんですよねさっき言いましたように、えー、株式会社と違って持ち分単一主義ですからもうここで間違ってるんですけども当該持ち分会社の発行済み持ち分総数という概念もないです、えー、に対して事故、えー、が所有する持ち分数の比率によって定まる。だからもももうこれそもそも 捏造条文ですからね、えー、全てが間違ってるっていうことになってきますねで井ノ端業務を執行する社員を定款で定めた場合には定款に別途の定めがない限り業務を執行する権利を有しない社員であっても当該持ち分会社の業務及び財産の状況を調査することができると業務執行権を奪われても調査権はありますよ監督権ありますよっていうそういう条文ですよねこれはまあ有名な条文ですから勉強されてた方は多いと思います。理由はは何ななのかとというとこれは業務執行権がなくても 直接の連帯責任を負いますよね直接の特に連帯責任を負うというところから業務執行権がなくてもそれを監視する権利を奪うことはできないっていうそういうような理由でこういうことになっています宇野橋合資会社は定款で定めた解散の自由,に自由の発生によって解散した場合には総社員の同意によって任意生産をすることができる任意生産というのは法律の規定に従わずにもう勝手に会社財産分けちゃっていいですよというそういう規定です でそういうような任意生産ができるのは、合名会社と合資会社だけであって、合同会社はできなかったですよね。でこれもまあ結論は覚えている方、多いと思うんです。条文も条、六百六十八条一項六百六十八条一項というところに、明文の規定がありますで。なぜなのかというと、まあ、一般的には、えー、合名会社、合資会社には、直接責任、えー、無限責任社員がいるから。だから、それほ保護を図ればいいんだ、という。そういうことなんですけどね。もう一つの理由は、合同会社というのは、実質的な間接責任。 とということになってますのでそれを守るる必要がやっぱりあるんじゃないかとということです合同会社の社員はよっぽどのことがない限り会社債権者から直接請求をされることはないっていうふうに安心して、えー、その会社に参加してるわけですからその利益は守る必要があるだろうとあるいは会社債権者の側からしても合同会社に対して一本責任を追及すればいいっていうことにするだしておけばですねあとその 社員がたくさんいるような場合にはその社員に対して個別的に責任追及するというのはむしろ面倒だからだから合同会社の社員だけではなくて会社再建者側のメリットにもなるというそういうことなんですね最後絵の足です持ち分会社の社員が補佐開始の審判を受けたときは補佐なんて知らないよという方が多かったと思いますこれは法廷の退社自由ですかというとそうじゃないんですね六百七条一個七号というところに貢献開始の審判を受けたときには うんその代謝自由になるけれども補佐程度だったら特に問題ないですよということですでこれはこの条文を知らなくてもですね例えば、えー、その貢献 あの成年非公権人の場合には例えば、うん、取締役になれなかったですよね取締役の欠格自由だったところが補佐の場合には別に取締役になることもできたわけですねだったらこの場合もなることができるんじゃないかと代謝自由にはならないんじゃないかというそういう類推が働くんじゃないかというふうに思いますはいいかがでしたでしょうか、えー、まあ、こういうことでですね、えー、基本的な対策としては企業法の場合には例年通りのだい 出題傾向続くと思いますので例年通りの対策をしておかれればいいとは思いますただ繰り返しになりますけれども量がとにかく多いですからできるだけ早めの対策を、えー、されることをお勧めしますそれでは企業法はこれで終わりますはい、えー、それでは引き続きまして、えー、分析会の管理会計論ですね始めていきたいなと思います、えー、担当はレックス専任講師の宮ですよろしくお願いします はいえっとまあ、今回、ですね、まあ、管理会議論、かなり難易度高かったですね、まあ、本試験の内容を、ねまあ、振り返っていきながら、まあ、次の12月に向けた対策です、ね、あの考えていきたいなと思います。でこのまあ分析会におきましてはこの出しているレジュメですね、まあ、これ1点ありますのでこのレジュメとあとまあ本試験の問題、ですね、まあ、同封されているかと思いますのでそちらをお手元にご用意いただければなと思います。はい でまずまあちょっとこのレジュメの方ですねぺらっとめくっていただきますと、まあ、簡単にですね、まあ、今回の試験の特徴についてですね形式面の特徴というのをまとめてあります、まあ、形式的にはあの特にですねあの前回、前々回の試験と変わるところはありませんね。 あの計算と理論で半分半分の出題ということで、まあ、原価計算論点も管理会計論点もそれぞれ4問4問ですね計算理論が4問4問の構成になっているというところでこれも三3回連続同じあの形式になっています。で配点ベースで見ても、まあ、計算が60点理論が40点っていう、まあ、この内訳については特にここ3回については変わるところはありませんので。 まあ基本的に次の12月に向けても、まあ、こういったあの構成になってくることを想定して対策を取っていただくのがいいのかなとただ、ちょっと今回とあとまあ前回の12月の試験もそうなんですけれども、まあ、基本的に分量がとにかく多いと。 1>, で1時間っていう時間の中だととても計算8問解ききるっていうのは今の計算の難易度ですと難しいところもありますので、まあ、もしかするとね、まあ、この平成29年度の第2回とかですね平成30年第1回の時のようなこの計算7問で理論が9問とかですね、まあ、少し計算の分量というか問題数を減らすようなね まあそういったあの対応を取ってくる可能性はありますので、また、まあ、あの次の12月向けの担当ポイントアップ答弁などで、こういった問題構成の,、ね、あの回答の練習などは、ね、していただこうとは考えていますけれども、まあ、問題構成については基本的に79か88になると、まあ、そう考えていただくのがいいのかなと思います。はい、で、次のページですね、まあ、簡単に各問題のコメントなどを載せていまして、まあ、これ、後で見といていただくといいかと思いますけれども。 まあ今回の試験の,あの合格ラインの点数としてはだい大体まあ52点ぐらいですね、まあ、半分取れていれば管理会見についてはンの字だったということで、あのまあ絶対的な、ね、出来、不出来というのはあまり気にされる必要性はありませんから、もうあの相対評価の試験だということをね念頭に置いていただいて、50点取れていれば特段問題なくね合格ラインに乗っかってくると考えてください。はい ただまあこの50点取るっていうのがなかなか厳しいところがあるんですよね特にまあ管理に苦手意識を持たれている方に関しましては、まあ、50点っていうのがものすごく高い、ね、目標に感じてしまう方もいるかと思います。でとにかくまああの今の試験の特徴としては計算の分量が多いとで難易度も高いというところがあるので、まあ、理論でいかにして取りこぼしをなくしていくのかっていうのが何よりもね重要な課題になってきます。まあ、先ほど見た通り理論については8問 問題としては出されますけども、まあ、少なくともまあ6問は正解していかないとなかなか結果としては厳しいものになってくるのかなと。で理論で6問取れればまあ30点あの獲得することができるわけですから残りまあ20点であれば計算3問正解できれば一応この52点っていうのは超えることができる計算になりますので。 まあ理論で6問計算で3問ですねそこを目指して、まあ、今回の試験であれば取り組んでいただきたかったかなというところですで実際にあの、まあ、点数ね取れなかったって方も多いとは思いますけども、まあ、不可能なレベルではないのかなとで特に理論の方に関してはねあのそんなに奇をてらったものとかは出されていないので。 1まあ一問1答とかテキストとかをしっかり読み込まれていればですね多くても3問ミスぐらいにとどめることができたはずですから理論についてはね割と点数取れたって方もいるんじゃないかなとは思うんですけどまあ仮に取れなかった方はですねちょっとまた今後対策を考えていただきたいんですがこの3ページの方にちょっと今後の対策っていうのを簡単に載せてあります。今回のの試験でで原価計算論点の理論点理 まああの2問ぐらいしか取れなかったと、まあ、0問から2問ぐらいしか取れなかったとっいう方に関しては、基本的にはあの次の12月の対策を取っていくにあたって、1からねもう一度、上級の講義などを聞いていただくのがいいのかなと、あるいはまあ3倍速講座っていうのを取ってもらっても結構ですし、何かしらインプットの講座っていうのを利用しながらですねまあ対策を取っていただくのがまあ望ましいかなと思います。 で、まあ、講義を受講していただければ、またそういった基準の理解も深まっていきますので、まあ、原価計算の理論的な考え方っていうのを身につけた上で、また基準の読み込みであったり、一問一答問題集などを通じたアウトプットの訓練を行ってください。はい、で、今回でもう3問とか4問ですね、点数が取れている方に関しましては、まあ、基本的に今後も同じような勉強っていうのを継続的にやっていただければいいかなと思いますので、まあ、特に勉強方法とかを変える必要性はないかなと思います。はい で管理会計の理論に関しても基本的に同じことが言えるんですけども、まああのまあ、2問以下の点問題数しか、ね、あの回答することができなかった方に関しては今一度講義を受講してもらってテキストの読み込み込とかを行ってください特にあの管理会計論点に関してはですねアウトプットを意識した学習っていうのを心がけていただきたいなと思うんですね。 あの原価計算の分野に関してはもともと基準っていうのが存在してそこからまあ基本的に出されるわけですから基準読んでれば、ね、あの断片的な知識であっても整合判断っていうのがある程度できると思うんですけど、まあ、管理会計の分野については範囲が基本的にないわけですから、まあ、何が出てきても100%対応するっていうことは不可能ですので、まあ、基本的な内容の理解っていうのをしておいてそこからです、ねまあ、この選択肢はおかしいとかおかしくないとかですね判断をしていくことになりますから。 あのよりね管理会計論点の方がアウトプットっていうのを意識していただきたいかなっていうふうには思いますだから一問一答問題集とかを使う時にもですね、まあ、なんでその選択肢が合っててなんで間違えてるのかっていうのが本当に一言二言で結構ですので、まあ、自分で理由説明っていうのをできるようにするっていうのを目指してくださいまあ例えば今回の,あの本試験の問題でいうとですねこの問題16番なんかは基本的に 一問一答問題集とかにも同じ選択肢っていうのは用意されていない問題だったと思うんですね。問題16番ですね。一番最後の問題ですけど、まあちょっと考えさせる系の問題ですね。これはね、知識系の問題っていうよりはどちらかというと理解しているかどうかっていうのを問う問題となっています。 で今回、初めてあのシェアードサービスについて内容が問われているんですけど、まあ、選択肢の「絵についてはねあの丸だって判断できた方がほとんどだとは思いますけども、まあ、今回初登場ということで今後の試験においても、ね、シェアードサービスセンターについては何かしらあの問われてくるのかなとは思います。でこのまあ問題16は「後と「い」が誤りで「あ」A、に関してはこれは最後の「生かされなくなる」っていうところがまあ誤りな箇所ですけれども。 まあこの環境の不確実性に直面していて各種の職務を遂行するために詳細な現場情報を必要としている際に組織を分権化することのメリットがより生かされなくなると、まあ、そうではないですよね。まあ、環境のそういった不確実性っていうのが増している状況下においては、まあ、現場にそういった意思決定権限っていうのを委譲して、まあ、現場で迅速な対応をとってもらいたいと、まあ、考えるのが自然ですので分権化するメリットっていうのはより生かされるわけですよ。 だから基本的なそういうイメージっていうのをこういったね組織構造において持っておかないと、まあ、この選択肢の「あ」については丸なのかなのののかかっていううでで悩んんしまうんですね、まあ、最悪今の部分でねあの判断ができなかったとしてもこの事業部間の相互依存関係がほとんど存在しない場合組織を文献化することのメリットが、まあ、これ生かされるわけですよね。 まあ、事業部同士の相互依存関係が強いと要は独立した事業部って見なすことができないわけですから単体でで評価すすることにあまり意味がないわけですよでそれぞれね各々おのおの A 事業部と B 事業部っていうのが連携を取って活動していくっていう状況下であればあんまりその権限を委譲してもねメリットがないわけですけど完全に独立している事業部って状況であれば権限委譲して各お々のおの活動してくださいねっていうふうにしていけばですねあの それぞれの事業部っていうのがね、適切な判断を行うことになりますので、組織を文献化するメリットっていうのを生かすことができるわけです。だから、この辺の本当に組織構造のイメージっていうのが、ちゃんと持てているかどうかっていうのを問う問題だったんですね。結構これはいい問題だと思います。で、意、e、味については、これは職能別組織と事業部制組織はそれぞれ逆になっているところが誤りということで。まあ、これはよくね、文章を読んでいただければ、あの、正誤判断がつく問題だったのかなと思います。はい。 だからまあこういうねあのちょっと全く同じ足っていうのを見たことがないっていうところが管理会計論点では普通に出されてきますので、まあ、基本的なそういったね理論的な理解をしておく必要性がありますから、まあ、このアウトプットっていうのを意識した上で普段からですねあの一問一答問題集の読み込みなどを理論は比較的ねやることは明快だと思います。 あのテキスト読んで理解して一問一答でアウトプットしてあの、まあ、基本的な内容については覚えていくっていう作業をしていただければいいだけですから、まあ、それをやっていただくだけであの点数は自然と伸びてくるかなと思います。でやはり結構皆さん困るところとしては計算だと思うんですよね理論はある程度点数取れるけどやっぱり計算が1問とか2問しかどうしても合わせることができませんっていうところがあの悩みとしてはね多いのかなと思うんですけどもただあの こういう難易度の試験になったからといって何かその特殊な勉強をしなきゃいけないかっていうとやっぱりそういうわけではないんですね。まあ普段皆さんがあのやる対策としてはこれ前と何にも変わりなくですねやっぱりこの簡単な問題の取りこぼしをねとにかく防いでいくっていうこのことを意識した勉強をしていただくと簡単な問題の取りこぼしですね。 まあこれがある,だあるとねやはりその大きく管理会計の点数はあのへこんでしまいますので、まあ、いかにこの簡単なものをねあの取りこぼしなく点数取れるかっていうのがポイントになってきます。で今回の試験だと基本的にはこの問題4と問題8のこの2問ですねここはやっぱり取らなきゃいけないかなと。4と8っていうのは まあどっかでね見たことがある問題ってことになるかと思いますので、まあ、こういったあの問題集とかで類似問題が見たことありますよっていうものに関しては安定してやっぱり回答できないとちょっと厳しい結果になってしまうのかなと思います。だからちょっと厳しいことを申し上げるとここの2問でミスが出てしまったっていう方に関してはやっぱり基本的な理解が抜け落ちてる部分っていうのがどうしてもあるのかなと。 あるいは分かっているんだけども自分の知識とかにそういった、ね、あの自信を持つことができないっていう方が多いのかなと思いますので、まあ、そういう方はねやっぱり今一度問題集っていうのをまたねあの高い精度で回転していただくっていう作業をね行ってくださいただまあちょっと問題4についてはねあの見た目については類似問題見たことあるとは思うんですけど一部ね若干悩ましい部分っていうのがあってちょっと問題見ていただくと まあ単なる部門別計算で補助部門費の配布をするという問題なわけですけれどもまあこの問題ちょっと悩ましいのが補助部門費を配布する時に実際配布なのか予定配布なのかっていうのが書かれていないんですね。でおそらくまあ皆さんね解き慣れているのは補助部門費を予定配布して まあ製造部門における製造・間接費の実際発生額を求めた上で部門費の配布債を計算するっていうのが普段皆さんが見慣れている問題だと思うんですけれども、まあ、この問題については予定配配ををすすするるではななくて実際配布をすることになります、まあ、それはね特に問題部に指示はないんですけど予定配布をするとちょっと端数が出てくるので端数が出るのはおかしいだろうっていうそういった予測のもとですね実際配布を行うあるいは予定配布をすれば計算結果に答えがありませんので。 まあ実際配布っていうふうにまあ消去法で判断せざるを得ないっていうことでまあそこのちょっとね指示の,あの読み取りっていうのがまあ難しいところはあったのかなとは思われるんですがただまあそうは言ってもねあの決してできない内容ではないのかなとでこれまあ一応4番が正解なわけですけどもまあ工場全体の製造・間接費の配布債っていうのを答えなさいっていう問題になっていてでこの4番の計算についてはそもそも補助部門費の配布っていうのは関係ないんですよね。 補助部門費っていうのを予定配布していようが実際配布していようが工場全体の製造・間接費の配布債の金額っていうのは変わりませんから第1製造部門と第2製造部門から予定配布される金額とまあこの工場全体の製造・間接費の合計金額との差を取ってあげれば全体の配布債っていうのを出すことができるので一応類似問題については問題集にも載っていましたのでこの工場全体の製造・間接費の配布債を求めるっていう計算ですね。 まあここからね着手した方であれば割と一瞬で回答は終わる問題なんです、ね、はい。だからまあ常にねあのこういう文章選択形式の問題については意識として持っといていただきたいんですけれども一旦選択肢っていうのを一通り見るとでこの1番から順番に解いていくんではなくて簡単に答えられそうなものがあればそこからチェックしていくっていうのがセオリーかなと思いますので。 まあ今回ねあの上から順番に正誤判断していて時間足りなくなった方はちょっとねそこの,あの意識が足りなかったのかなとは思いますんでまあ一旦ねこういった文章を選択形式ですと全体の選択肢を見るってことをね普段から意識してください。はい、であと問題8っていうのがまあ今回だと取らなきゃいけない問題なわけですけど。 まあこの問題ちょっと底意地が悪い部分もあるんですけどあのまあ月初仕掛か,かり品とか月末仕掛か,かり品もなくて純粋に完成品のみであるというね結構その辺りは簡略化されている状況なんですけども、まあ、完成品2万7000キロ作っていてもともとこの10キロの材料を投入して9キロの完成品が出来上がるっていう状況ですので。 まあこの標準的なぶどまりっていうところを前提とした時のこの2万7 0 0 0作る時の標準投入量っていうのを計算すればまあ9キロ分の1 0ロ g 掛け算すれば3万キロっていうのが求まりますんでまあこの3万キロと3万2千キロとの差の2千キロっていうところがこれがぶどまり債ですよねぶどまり債異常な減損っていうのを計算してあげればいいわけです。はい、ただまあ今回はちょっととくさいことに 債の合計金額っていうのを聞くんではなくて原材料ごとのぶどまり債っていうのを答えていかなければいけないので面倒くさいんですけど原材料別に標準消費量っていうのを出していってまあ計算を進めていくしかないということでちょっとまあ省略する方法は特にないですねこれはね。ただ一旦ねまあこれも本当に意識として持っていただきたいのはまあこの問題についてはちょっと通用しませんけどこの合計金額の部分については一瞬で計算ができるわけですよ。 今さっき見たね異常な減損の2 0 0 0キロっていうのを過重平均の標準単価で評価してあげれば、まあ、このブドマリ債の合計金額っていうのは求まるわけですよ。でちょっと底意地が悪いのはこの問題はあの1キロ3 0 0円っていうデータがここの資料1番に与えられているんですけどこれって過重平均標準価格ではないんですよ。単に 完成品1キロが負担する標準原料費っていうのを表しているので、まあ、原料費の加重平均値っていうところを表しているわけではないんですね。加重平均の標準単価っていうのはこれ2,700円っていうのを1 0キロで割り算した270円っていうのが加重平均の標準価格になりますのでこの270円に2 0 0 0キロっていうのを掛け算した54万っていうのが、まあ、このブドマリサイの合計金額ってことになるんですね、はい、だから今後の,、ね、あの試験においてもね。 ちょっとこういいうひっかけは出てくるる可能性があるかと思いますブドマリサイの合計金額っていうのが問われていてあここに荷重平均標準価格が与えられているから異常な幻想の2 0 0 0キロにこれを掛け算すればいいなっていうのでミスをしてしまうっていう間違いがね今後起こりうるミスとしては考えられますからこれは荷重平均値を表しているものではないっていうのは注意が必要ですね特にこの問題解く上でこの1キロ3 0 0円っていうのは何も使う資料ではありませんので単なるダミーデータだと思ってくださいはい。 でとりあえず、ね、まず全体の金額求めた上であで、のー、内訳については一、ね、個一個計算をしていかざるを得ないので、まあ、地道な計算というのが必要になってくるんですけどただ、この問題この労務費の再分析の部分についてはこの部分は一切計算しなくても選択肢の1番から4番まではこの原料費の再分析の部分だけで正誤判断ができるので消去法で5番が正解というのが分かるんですよ。 だから労務費については再分析しなくても選択肢5番が正解だというのは選べるので見た目より、ね、実は計算の分量も多くなくて時間はかからないという問題だったんですね。はい まあどうしても、ね、こういうふうに問題が2ページにわたって資料を与えられているとこれ後回しにしようかなっていうふうな、まあ、受験生の心理としては自然なんですけども、まあ、そういう発想が出てきてしまうんですが割と今回の試験も前回の試験もそうなんですけど回答のページが2ペーージジがにわたっってるる問問題題ほどでですすすね、実は簡単な問題だったりするんですよ。これと対照的なのがあの問題6番ですね。 これ今の問題8番とは対照的に一見するとそんなに資料っていうのが多くないのかなっていうふうにぱっと見思えるんですけどこれ無理やりね行間詰めて1ページに収まるように問題作っているだけなのであの単純なそういった資料の分量自体はですねこれ1ページに圧縮されているだけでさっきの問題8よりも圧倒的に資料が多いと。 だから1ページだからといってね資料が少ないかというとそういうわけではなくてですねあの単純に読まなければいけない資料というのはこの問題の方が多いのでまあこっちの問題に着手してしまってですね時間をあのやみくもに使ってしまった方もいるかと思うんですけどまあこの問題は実践的には解くべきではない問題だったということになります。かなり難しいですね、はい、ここ多分 ここ10年ぐらいで見てもこの問題が原価計算の問題の中で多分一番難しいんじゃないかなとは思いますので、まあ、この問題6年、ね、時間内にできた方は相当すごいですね。はいまあ、まずできない問題だと考えてもらっていいので。 まあ実践的にできる必要性はないんですけどただ知識としては、ね、あの特に知らないことはないはずなのであの今回、ね、ほとんどの方はできなかったと思うんですけど復習するときにはです、ねまあ、時間無制限で結構ですのでとりあえず解き直しというのは必ず行ってください。でまあ一旦ね、時間無制限でやって答え出るまでやってみてちゃんと答え出るじゃんとそれを確認するだけでも今後の自信にもつながるかと思いますので。 やっぱりね自分で出せないものが出てくるかもしれないっていうねそういった不安を抱えながらね本試験を受けると精神衛生上もよくないかと思いますので時間かければ自分は解けるんだと、まあ、そういったね自信を一つ持った上でね次の12月っていうのは目指していただきたいなと思います、ね、はいまあ、ただ、この問題6みたいな問題についてはですねあの実践的に解くべきではありませんのでこういったものはねあの早めに見切りをつけて別の問題にあの時間を割いていくっていうのが正解ですね。はい であと今回ですと問題2番もかなり難しいですね比目別計算ですねこれも普通に難しい問題ですねこれ1問で普通に論文の総合問題1問になってもおかしくないかなとこの問題にあと理論問題とかを付け足せば総合問題1問出来上がるぐらいの難易度かなとは思いますので、まあ、これもできなかった方が大半だとは思います。ただ 選択肢のすべてがね正誤判断できないわけではなくてについてては少なくても正誤判断でできると思うんですよこの当月の直接材料費の金額についてはこの資料2番の主要材料費ですね1 9 2 0キロのこの金額を求めれば終わりだったのでここの部分についてはですね、まあ、計算としても本当に23分あれば解ける部分かなと思いますから選択肢の「あ」が×出しであるってことはね割と簡単に判断することができると思うんです。 だからまあ実践的には、このいとうとえのこの3つのうちの2つが正解だということで選択肢は4番から6番前の3つに絞られますのでこの4、5、6のどれか3択のうち1つを選ぶという判断であの答えた方もね結構多いんじゃないかなと思います。はい、でこの問題の難しいところはですねこれ結構復習してもらうといいかと思うんですけどあの労務費の計算の部分というのが難しいですね。材料費とかはは別に難しくはないんですけど まあ労務費のこの賃率を出すっていう部分が非常に難易度が高いですね。でこの現金支払い高っていうのが1584万円っていうのが与えられていますけど、まあ、これっていうのは結構ね読み間違いとして多いのが支払い賃金っていうふうに読んでいる方が多いんですよ。1584万っていうのが支払い賃金であるとこれあの支払い賃金ではなくて単に現金支給額なんで従業員の銀行の口座に振り込まれた金額でしかありませんから。 この現金支払い高っていうのをベースにして消費の賃率を求めるわけではないんですね。はい。で、この現金支払い高一千五百八十四万の中には従業員の借手当て三百八十六万四千っていうのも含まれているので、まあこれを一旦除いてあげて、で社会保険料と所得税の預かり金っていうのを加えてあげれば支払い賃金っていうのを求めることができます。はい。 支払い賃金勘定で処理される金額ですね、まあ、それが求まりますよと、まあ、おそらく、ね、問題集とか当連でもこういった、ね、調整をかけるような計算というのはやったことがなかったかなと思いますので、全、まあ、受験生がここはちょっと頭を悩ませた部分だとは思うんですけども、まあ、基本的なそういった、ねあのまあ、労務費の、ね、そういった賃金の概念ですね、そこをちゃんと整理できていれば、何とかあの、まあ、考えれば対応することはできるというところですね。 でまあ、今のような調整をかけて支払い賃金計算して前月未払いと当月未払いというのを加減算してあげれば消費賃金の合計が求まりますのでそれを就業時間4,500時間で割り算すれば消費の賃率を算定することができると、まあ、こういう計算手続きをやっていかなければいけなかったということで。 まあ非常に難易度が高いところではあるんですけど、まあ、今後の試験においても、ね、こういった出され方っていうのをする可能性はありますので、まあ、今回の、ねまあ、この陳率を計算する方法っていうのは最上級に難しいものだと考えてもらっていいかと思いますから、まあ、これに慣れておけば、ね、どういうパターンでも消費陳率の計算で間違えることはないかなと思いますので一つの、ねまあ、これは基準に考えてもらってもいいのかなと思います。はい ただ、まあ、そこがあったとしても、あとは、ねあのー、集計するところとかも間違いが生じる可能性が高いので、問題2番というのはやはり、ね、難易度が高い問題だったと見ることができますね。はい、だから、まあ、原価計算の分野については、少なくともこの問題2とあと先ほど見た問題6というのは実践的に解くことはできないかなと思いますので、まあ、48が正解できている方は、ね、十分あのこれ前の勉強の成果っていうのが出ているのかなと思います。で一方 管理会計の分野についてはあの企業価値の評価の部分ですね問題10っていう部分これまあ勉強やっていた方であればね多分取れたと思うんですよ。一応今回まあ正当可能性低っていう評価をしてあるんですけれども。 あの問題10については問題集とかでも、ね、企業価値評価の問題っていうのは何問か載っていますしテキストにも、ね、説明として載せてありますのであのやっていた方であれば、ね、あのそんなに難しい問題ではなかったのかなと、まあ、むしろこれしか解けませんでしたっていう、ねまあ、受験生の方もあの合格発表後いろいろ話を聞いてみるといらっしゃいましたので、まあ、意外と企業価値評価っていうのは勉強されている方が多いんだなって印象を受けましたけれども。 まあ今後の試験においても、ね、またこういうい企業価値の評価に関する問題っていうのは出てこないとは限らないので、まあ、ちょっと、ね、問題集で飛ばしていた方に関しては次の12月に向けてまたあの対策を取っていただきたいないいうふうふには思います、はい、であと、問題11というところですねこれはまあ自制か購入かの意思決定ですけど、まあ、これは難しいというか面倒くさい。 だけだと思います。単純に。まあ、空欄後位に入る販売数量を答えなさいっていう問題ですけれども、まあ、単純にこの選択肢が与えられていますので、まあ、この選択肢の数値っていうのを代入してみて、文章が成り立つかどうかっていうのを検討していく問題ですね。まあ、地道に代入してね。文章の正誤判断っていうのをしていくような形になりますけれども。 まあこれ論文形式の問題で数字を答えなきゃいけないっていうのであればかなり難しいですけどもまあ選択肢が与えられている状況なんでまあ一個一個ね検討していけばよかったという内容です。この辺は普段の学習云々ってというよりはその場で考えて気づけるかどうかっていうところが1つのポイントになってくるので問題11みたいな問題に対するですね対応っていうのはどうすればいいのかっていうのはあんまり方法論としてはありませんからまあこういった問題は別にねあのできなくても合否にはあんまり影響しませんのでまあできる方がね まあ管理会計でアドバンテージを取れるだけでできなくても特段問題はないかなと思います。はい、だから問題11みたいな問題で、ね、あの悩まないでいただきたいんですよ。まあ、自分はこういう解き方とか、ね、実践的にちょっと思いつかないとかっていうのは別に悩む必要性全くありませんからそれよりももっと典型的な論点の取りこぼしっていうのをとにかく防ぐ勉強をしていく必要性があると、まあ、そう考えてくださいで。あとまあ問題13っていうところがこれもちょっと見慣れない問題だと思うんですけど。 問題13ですね、まあ、これ、原価の改善に関する問題であの論文の総合問題とかね、結構解いたことのある方であれば、こういう原価改善に関する問題とかも目にしたことの、ね、ある方いらっしゃるかもしれませんけど、まあ、担当対策であんまりこれぐらいの分量のね資料が与えられていることは稀ですので、まあ、こういう問題っていうのは結構珍しいかなとは思います。 たださっきも言った通り、りとそと資料が多い問題ほど計算の分量が少なくて意外と答えを出しやすいというのは特徴としてあったりするのでこの問題13に関しても詳細な誘導がありますのでその誘導に従って一個一個丁寧に穴埋めをしていけばですねまあ決して出せない内容ではなかったのかなとは思いますからまあ管理会計論点の計算問題4問の中でもこの問題は比較的解きやすめの問題かなというふうには思います。はい、であともう一問ですね。 この最後の問題14ですね、計算については。まあ、これが個人的には今回、一番悪問だったんじゃないかなと思うんですけど、あの追加加工の意思決定ということで、これ、テーマとしてはすごく簡単なんですよ。 あのアルファ製品、ベータ製品、ガンマ製品3種類の製品っていうのを追加加工するかどうか検討するだけなので、まあ、皆さんもどこかでこういう問題やったことあるなって記憶のある方、ね、多いと思うんですけども、まあ、実際にまあ問題集にも類似問題があるぐらいですのでこの問題自体は別に落ち着いて対応すればなんてことない問題なんですけどただ、いかんせん資料が全部文章で与えられているのであのとにかく見づらいんですよね。 でこれ表形式で文章あ資料が与えられていれば、ね、間違える方少ないと思うんですけど文章で全部与えられているのでどこに何の資料があったかっていうのを見るだけで相当時間がかかるかと思いますから、まあ、そういったところで、ね、ちょっとあの煩雑さを伴う計算問題っていうところで、まあ、どうしても解きづらさっていうのを覚えてしまうのかなというところですねこの問題はちょっと、ね、個人的にはあんまりよろしくない問題だなとは思うんですけれども。 まあ一応こういった問題もね出されていてぱっと見て結構解きづらそうだなというのは分かるかと思うので飛ばした方が多いと思うんですがまあこういう問題についてもですね今後は出てくる可能性があるのである程度見切りをつけるね本当に必要性があるかなと思います。結局まああの まあ今後の対策としてはですねあの先ほどから申し上げている通りとにかく典型論点ですねまあそれの取りこぼしをなくしていくという作業が必要なのでまあ今回だと問題4番と問題8番とあとまあ企業価値評価の問題10番とかですねその辺の取りこぼしっていうのをなくすためには問題集をねやはり高い精度で回転させていくっていう必要性があるのかなと思いますから引き続きその担当問題集ですねこれを繰り返しやってください。 で担当問題集を解くときにもです、ね、あの自分でちゃんと理解しているかどうかを確認するために簡単にあの人に説明できるかどうかというレベル前に、ね、理解しているかどうかを、ね、確認する作業を、ね、行ってください。あの自分で口に出してみていいと思いますのでこの問題の計算の解説ができるかどうかとかです、ね、考えてみればいいいかと思います、はい、であと、当連とかを通じてです、ね、とにかくこの物量になれるという作業も必要になってくるかと思います。 あの今後のね12月の試験っていうのがどうなるか分かりませんけどもこの分量が続くのであればあの受け方方とといいいいうのをちょっと考えた方がいいかと思いますもう初めから計算問題については3問4問捨てるっていう発想で、まあ、残りの4問に全力投球してそこに合わしに行くっていうふうな対策をとっていただければねより点数は安定するのかなと思うので。 まあなかなかそういう思い切った見切りつけるのは難しいかもしれませんけど、まあ、そこは普段の訓練次第でですねいかようにもできるところかなと思いますのでまたあの次の12月向けの担当ポイントアップ討練ではこういった分量の、ね、問題とかも出していこうかなと思いますので全、まあ、5回の中でそういう実践感覚というのを身につけけていいただければなとは思います、はいまあ、それではですね以上がまあ管理会計論についてのお話ということになりますので、まあ、次、ちょっと監査論に変わりたいと思います。 はい、えー、それではですね、えっ、ー、と監査論の分析会始めたいと思います。担当久坂です。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と今回はですね、監査論あの、えー、YouTube というか動画でもで、ね、言ったんですけど。 あの正直難しかったと思いますで、えー、と合格ラインは何度かですねもう一度検討してみたんですけどやはり6割取れていれば正直監査論ではあかなりいい方じゃないかなとただその理由としてですねあの監査論は通常過去問が焼き直しで繰り返し何度も出る傾向が強いんですけどもその過去問の焼き直しが 今回の平成31年第2回試験,今回の試験はあの相対的に少なかったというのが一つの理由とあとですねかなり実務によった実務的すぎる内容が多かったと。であの、ま、毎年というかですねあのこの何年かのサイクルでこういうタイミングっていうのがあってこの実務によった問題が出た時っていうのはあの。 もうほ,ほ,ほ,ほぼですね、えー、合格ラインが下がっているという状況で今回はちょっとそのタイミングだったと思います、えー、逆にですね皆さんが勉強していることがすごく反映されるようなあ問題の時もあってそのばらつきっていうのは監査のまやっぱり正直ありますので今回は難しかったというふうに考えていただいて。 いいですなので監査論というよりも他の科目で、まあ、どれだけ点数が取れたか監査論では落,とあの落ちない点数を取る、まあ、その落ちない点数っていうのがそうですねまあ5割から6割かなというふうに 考えています、まあ5割を切ってしまうとちょっとね、えー、まだ勉強が足りなかったのかなっていうところはありますけれどもあの5割台っていうのはあ十分に考えられるとであのちょっとですねお配りした、えー、とレジュメまあ簡単なねあの、えー、難易度とあ正当可能性と回答が書いてあるレジュメをご覧いただきたいんですがまずですね出題分野に関してはそんなに目新しいものはなかったと。 でほ,あのほとんど、ね、担当ポイントアップ答弁とかでも予想しているとおり、えー、財務諸表監査の総論から始まってです、ね、会計士法、金書法、会社法で、まあ、あの監査役会設置会社ということでこれも、ねえー、会社法の話四半期レビュー内部統制監査品質管理で保証業務ともうここら辺はあの必ずこのパターンで、ね、毎年出るような論点そして監査基準が出てで、まあ、その後とで、ねえー、実施論のまあ監査調書とかリスクへの対応とか分析 分析、まあ、この辺もまあ品質論点で今回まあ絶対出るだろうなと思ってやっぱり出たのが監査基準のこの第4の報告基準でこの改定論点平成30年の改定論点ですねでここはですね、まあ、継続的に大事だと思います。なので、まああので あの今回、これ聞かれている方が、まあ、受けられた方はまあ論文行かれる方は論文でも出るでしょうしあ,のあるいは、ね、担当まだ受けてなくてこれを聞いてくださっている方は、えー、次の担当に、えー、もう出る可能性は非常に高いというふうに思っています。なのでこの平成30年の監査基準の改定プラス監気法の701、ね、監査基準委員会報告書の701これはあの今後とも重要です。 でえー、とちょっとあんまり時間ないんですけどなぜ、ね、な重要かというとこの監査基準の平成30年の改定は令和2年の3月から適用されるので、えー、実務上、まだです、ね、この新しい監査基準が適用されていない状態で試験範囲に入っているということなので。あの なぜ入れるかなと思ったんですけど逆に入れるということは出したいから試験で出したいから入れてるんだというふうにしかねちょっとあの理解ができないのでそういう意味では。 令和2年の3月期から適用される内容なので,で、まあ、皆さんが、ね、受かってからあの即戦力として実務で期待されていますのでそういう意味であの即戦力としてやるために、まあ、あの金融庁は試験範囲に入れたんだろうなというふうに思っていますしかもあのこの平成30年の改定の中には「いたことある方カムっていう言い方で聞いたことある方もいると思いますし正式名称は監査上の主要な検討事項ですねキーオーディットマーター。これについては 令和でいうと三年の三月期ここから適用されるので実務上もまだ二年間余裕があるんです。なのにもうこの改定基準が試験に範囲に入ると言ってるのでここ二三年はですねこの平成三十年の改定に関しては担当論文ともずっと出続けるんじゃないかなというふうに思っています。でごめんなさい戻りましてえっとそれがまあ今回えっとこのね十六問目で出たとで十七問目でまあその他の記載事項ちょっとここはねあのそんなに重要性 高くなないかとと思ってたたんですけど出ましたで経営者とのディスカッション関西役等とのコミュニケーションはもうこれも、ね、最近のトピックで不正リスク対応基準が最後に出たということでおおむね出題範囲としてはあの予想していたんですが、えっと、難易度見ていただくとこれ、えっと、レックとしてですねあの回答担当の後に回答を作った時に講師陣が集まって正当可能性をえっと。 まあ考えてつけたのが、えー、ここの書いてあるレジュメ通りになります。でこれはあの高いがまあ正当可能性80%ぐらいできてほしいっていう意味で。えー 高いとで中程度がまあ半分ぐらいできてほしい問題とそして「低はまあできなくてもいいとでそう考えた時にですねこのレジュメの正答可能性のところ高いを集計すると10問で中程度が6問であの低いが4問なので、まあ、この高い正当性可能性が高い問題10問のうち8問を取っていただいて中程度のものを3問で「て」はまあ4問中1問ぐらいあってると12問になるかなというふうに考えています。であの ちょっとです、ね、試験から時間が経って冷静にです、ね、この難易度を私個人的に見たときに、えー、どうかというところでちょっとこの、えー、と分析会の時間を使って、えー、とお伝えしたいんですけれどもまずです、ねえー、と難易度の低かった問題3を開けていただきたいんですね。問問題題ですのこれは 公認会計士法に規定されている会計士の処分に関する記述ということです。であのこれは動画でも言ったんですけどあのこんなのですねあの、まあ、できる必要はないんですね。で、えー、とじゃあ今後の試験の対策としてはどうかということなんですがまず選択肢別に青を見ていただくとこの課長金の話です。でこの課長金が あの監査報酬を基準として決定される算出されるとこれはですね講義でもやっている話なので「あ」の選択肢は今後とも大事,な大事というかなあの知っておく必要があると思いますなので「あは、ね」は、えー、課徴金は監査報酬の,、えー、あの過失であれば1倍故意であれば1.5倍とかですねそういったあのそこについては知っておく必要があると。でこのいは これは今後ととも知らなくていいと思いい思ます,あのはです、ね、この課徴金納付命令というのはこれあの内閣総理大臣に勧告するものではなくて内閣総理大臣がまあ命令するものであの勧告とかそういう話じゃないんですけどこんなところはあのもうあのひどすぎる問題ですのでこれはです、ね、委は今後の,もあの担当を考えても別にできなくていいと。で これはですね、まあ、あの皆さん受かってから登録抹消なんてなることはない,ないと思いますしなってはいけないんですけども登録抹消したら5年間しないと再登録できないこれはちょっと講義の中でも、ね、あの扱ったりするしているところなのであの登録抹消後処分から2年ではなくて5年というのだけは知っておいてほしいなと思います。なののでで、まあえー、そううすねあが丸っていうのととい えっと「う」が「×」っていうところを知っておけばよくて「絵はですねこれ丸の選択肢なんですがこれもかなり細かい話なので、えー、今後ともですねこの「絵を別にあの知ってなきゃいけない選択肢ではないですただ絵に関しては、まあ、あの丸の選択肢で読んだらそうなのかなと思うと思うのでここに関してはね、えー、まああの見て知っておけばいいかなというところであの問題さんはこんなのはもうあのえー、っと あんまり復習にも値しない選択肢も、あの、特にいの選択肢はあるので、えー。これはできなくてよかったということです。で、えー、っと、ちょっと次に行きますけれども、問題四ですね。で、問題四の禁証法の問題、えー。これはですね、どうだったかというと。まず。あの、これも全部なんか難しいかったと思います。あの、かなり細かい、相当実務的で。で、まず、あの選択肢見ると、えー。上場会社等の代表者は、有法と市販法と内部統制報告書。 提出する際にそれらの記載内容がえ禁証法に基づきえ適正であることを確認した旨のを記載した確認書を,ねえこれを提出しなければならないとなっているんですがこれはですねあの有価証券報告書と市販法には確認書が必要なんですが内部統制報告書にはいらないということになっていてあのこんなのはあのエディネットかなんかでねしょっちゅうあの有価証券報告書とかを見てないとあの分からない話なのでえここはあのただ で、できなくてよかった。ただ、今後、こういう、このあの選択肢に関しては、あの、聞かれる可能性あると思いますので、あの選択肢は、あの、まあ、またね、受けられる方いらっしゃれば、ここはですね、知っておく必要があると思ってください。ここは、あの、こういう出され方をしてしまうと、今後も出る可能性があるかなと思います。で、えっと、いの選択肢ですね。これなんかも正直、実務でやってないと、あの、みんな知らない話なんです。でも、これ、あの。 新規上場の会社で内部統制監査報告書の提出はです、ねまあ、一部の会社を除いて上場3年経過する日まで免除されるこれは皆さんが実務に出てですね IPO の、まあ上場する 会社を監査を受け負ったときにこういったことというのはあの監査クライアントさんに言ってあげれるのでこういうのはね実務上大事なんですね。だからなのでそういうことを考えて金融庁問題を作っていると思うのであのここに関してもですねこれ1回出たら次、焼き直しで出る可能性あります。ししかも監査論のの特徴的なのは焼き直しで問題が出る時っていうのは 次の回で出たりしますから、あの今回出たから次回出ないとかそういう発想ではないので、あのここはですね。あのいの選択肢もあのこの今回はできなくていいですけど、1回出てしまった。以上知っておく必要があると、これもあのここ10年内で多分出てないですね、えー、過去問としてないので難しかったと思います。で、えっと雲ですね。これもあのここまで細かい話は過去問。あのここ10年ぐらい出てないと思うんですけど、あの監査が終わるとその。 関西にね何日かかったとかそういった概要を記載した概要書を出さなきゃいけないんですがそれはですね報告書監査報告書とか四半期レビュー報告書の作成日から1回 1>, 1ヶ月経過した日の属する月の末日までに提出すると、これも実務上では結構当たり前なんで、皆さんが受かった時に監査法人入られたらあの知ってますよ。1ヶ月以内ですよね。っていうことで答えられるようにという意図をね出したんだと思いますが、これも過去問で出てないので、あの誰も多分ね。あの知らなかったと思います。ですから、あのできなくていいんですが、今後はあの知っておくようにしてくださいと。とで絵のところもですね。これも細かいですよね。内部統制報告書あ、有価証券報告書と内部統制報告書は5年間の。10 に供されるで半期報告書と四半期報告書は3年間とこれもまあここで、ね、出たので、えー、知っておいていただければと思います。なのでここはあの相当な悪問で、あのー、全部知らなかったじゃないかなと思いますのでこんなのはもう本当に捨てもんですけど今後の対策としては知っておく必要があると思いますでこれが問題4です。 でえー、と問題、えー、とですね、まあ、この3、4が特に難しくて定義していたんですがあのちょっとよく聞かれるのはこのじゃあ会計士法とか金書法とかねあと会社法の対策ってどうしたらいいんだということなんですがこれはですね正直なところ監査論は過去問がものすごく重要なので一番私がいいと思うのはあのここの直近の5回分ぐらいの過去問、まあ、特にあのレクセの方は、ね、問題集という形で配布されていると思うのでそこの 会社法なら会社法の問題だけをですねもう人によってはテキストを破ってですねその会社法の問題だけあるいはコピーしてそれを5問とか6問ストックして持っておくんです、ね、で禁止法なら禁止法だけで集めてそれをですねあの、えー、禁賞法をまとめてあの6回分ぐらいを解くと。で 大体ねあのそれをやっていただくと分かると思うんですがほとんどであのここ6回分ぐらいで出た選択肢が焼き直されてるっていうのが分かりますしあの重要性も分かってくるのでこの法律系の,です、ね、あの問題の対策はあの過去5回分からあるいはまあ多くてもねもう6回7回でもいいですけどもそこのですね あの問題を集めてそして、えー、まとめて解くそして過去に出た選択肢を解けるようにしておけばほぼ対策としてはあの十分ですしそれでできない問題はもう悪問で捨てるというあのスタンスでいいと思います。はい、であとですねちょっと,、えー、と重要度が低い問題を先に見てしまいたいんですが問題あ重要度じゃなないいごめんなさい正当可能性が低い問題を見たいんですが問題の えと9ですね、これもできなくてよかった問題だというふうにわれわれは思っているんですが問題9ですで、これ、監査の品質管理に関する問題ですね、で監査の品質管理の問題9はですね、はいえっと、まず、 これがいやらしいのはですねあの選択肢が、えっと、監査事務所はってなってて、えっと、不正リスクの程度に関わらず不正リスクを含む監査上の重要な事項が適切に伝達されるように監査業務の実施における品質を保持するための方針手続きを定めなければならないということであのこの不正リスクの程度に関わらずっていうのはこれはですね基準に直接書いてあるわけではなくてあの試験員がですねあの、まあ 不正リスクの程度に関わらないんだからということで言葉を追加して選択肢を作ってるからここ難しかったんですね。なのでここあの本番ではできなくていいんですがここはあの試験員のメッセージだと思うんですけども不正リスクの程度に関わらずねえっ、ー、とこの 方針手続きを定めなきゃいけない監査責任者が全員交代した場合はというところはあのここの問題で押さえておいていただきたいと思います。これはできなくてよかったであと、まあ、委員の選択肢はです、ね、不正リスクの考慮には関与先の誠実性に関する理解が含まれると、まあ、ここはあの、まあまあ、あの常識的な文章といえば常識的な文章でっと、まあ、あの丸かなというふうに思える文章ではあります。で うなんですけどこれもでですすねここんんなな規定はないんですよこれがまあかなり悪問であのふ、えー、審査担当者には不正リスクに関する品質管理の責任者を含めなければならないなんてこんなのどこにも書いてないというところでここも難しかったんですねですからこれもこんな規定はないんだということで、えー、っとまあ押さえておいていただければいいと。 思いますあとあの一番の皆さんを悩ませるのはこの絵の選択肢でですね監査事務所は不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合は評価の見直しが必要かどうかについて監査事務所としての審査が行われるよう審査の方針手続きを定めなければならないと書いてあるんですがあのここはですね 不正による重要な虚偽表示を示唆する状況じゃなくて疑義ですねもうちょっと高い段階の議議になった場合にはこの、ね、審査に関する方針手続きを定めなければならないということでこの段階のその、ね、疑義だったらいらないいいななけどあごめんなさい、えー、示唆する状況だったらいらないけども議議だったら必要だとかねこの,あの段階のところは意外と、ね、担当、ここのところそういうくだらないといえばくだらないきっかけがあるのであのこの絵の選択肢も今後こういった示唆する状況と疑議議で 引、えー、っ掛けるという内容はまだ出てる出続けると思うので、あのそこのね視察、えー、する状況と疑義の違いで抑えるっていうことはやっていただきたいと思います。なのでここもあの本試験ではできないし、おそらく政党可能性政党率ものすごい低いと思いますが、あの今後の対策としては、えー、まあ、ここは、えー、と復習はしておいていただきたいというところですね。であとですねちょっと悩ましいか。 問題 18, です問題18これがですね、えっと、すんなり答えを出せた人はすごいんですがあの我々の中ではかなりねここはあの何を意図してるんだっていうところで議論があったところなんですね。であの見ていきますがまず「あ」の選択肢ここはここはなんとかあの 切れた方はよ切っていただければよかったんですがあの選択肢ってこれはですね、えー、経営者には監査人が監査証拠を入手するために必要と判断した企業構成員の無制限の質問や面談の機会を監査人に提供する責任があるとで監査人は経営者が当該責任を認識し理解している旨の合意を得られないことのみによって監査契約の新規の締結または更新を禁止されることはないと。 書いてあるんですが、これはあの監査の前提条件の話です。 でこの前提条件は満たされてないと即ですねこれは契約を更新とか締結してはいけないということなので、まあ、ここは、ね、あのあ前提条件だというふうふに思い出した方は良かったかなと思いますがいい見てください、これも、ねまあ、言われりゃそうだけどというところでグループ監査が出てきてですねグループの構成単位の財務所要に重要な影響を及ぼす可能性がある事項で当該構成単位の経営者が把握していない事項に グルーープ監査チームが気づいた場合つまり連結財務省の監査人が気づいた場合親会社監査人ですねが気づいた場合はグループ監査チームは、えーまあ、連結の監査チームはまずこのことを 当該構成単体の経営者と協議しなきゃいけないというのがあるんですがこれ答えはグループ経営者と協議しなきゃいけないということでまずはやはりね連結企業集団の経営者と話さなきゃいけないんだというところなんですよね。これもおそらくあのその場ではね迷ってしまったと思います。で、えーっとまあ、今回の問題を機に出てしまったので知っておくと。で 右の選択肢は、まあ、ここはですね監査人は構成、えー、価値で測定評価される金融商品の評価額をね、重要な事項として経営者と協議した場合にはそれについて協議の内容とか協議を実施した人協議の相手方等について監査調書を作らなきゃいけないと、まあ、これは常識的に監査調書に何か残さなきゃいけないかなというふうにまあ判断せざるを得なかったし、えー、まあこれはあの。 まあ監査調書を作らなきゃいけないということで正しい選択肢だったんですが今度、ですねこの絵の選択肢ねこれなんかがやっぱりあの引っかかっちゃったと思うんですよね。監査人は非監査会社に違法行為の疑いがありその違法行為の疑いに経営者が関与している可能性がある場合であっても当該事項について経営者と協議しなければならないと。この なんか問題の引っ掛け方がいやらしくてですねしかもあの厳密に言うと違法行為指針というのが指針があってそこを見るとあのなんか経営者と協議しないようなふうにも読めるんですがこれは、ね、あの何を言っているかというと違法行為の疑いがあったらまず、経営者、ね、特に上級経営者あるいは、あのまあ その違法行為をしているだろう例えば経理部長さんが違法行為してそうだったらその上の、ね、CFO に話すとかそういった意味で経営者と言っているのでここはです、ね、まず経営者に伝えると違法行為があったらまず経営者に伝えてさらにです、ね、経営者があの関与があると単純に違法行為があればあの 経営者に伝えるんですけども、違法行為に経営者が関与している場合には、さらに監査役等にも伝えるっていうそういう流れなので、そこのね段階がここはすごく難しかったと思います。なので、あの基本的に会社内の違法行為はあの経営者、えー、に伝えるんですけども、あの一つ上のくらいの経営者に伝えるんですけども、えー、経営者が違法行為に関与している場合には、さらに監査役等に伝える。これだけ知っておいていただきたいと思います。 はい、でここが今お伝えしたのがです、ね、難易度がむずあの高く、えー、難しくてです、ね、正当可能性は低いというものでしたで、えー、っとあんまり時間がないんですがちょっと個人的にこの、えー、っとこ,こで,です、ね、あの私のお配りしたレジュメの中で書いてある、えー、レックの講師陣で話し合った 政党可能性とは個人的には違うんじゃないかなと思っているところを若干指摘したいと思います。えっと問題8ですね。問題8は正当可能性高いってなってるんですが、私個人的には高くないんじゃないかなと中程度だったんじゃないかなというふうにあの思っているのが問題8ですね。うん でえっと、問題8はです、ね、これどういう問題かというと内部統制監査ですで、えっと、内部統制監査のこれ「あはです、ね」は全社的な内部統制に不備がある場合はそれはです、ね、開示すべき重要な不備があると判断しなければならないとあのそんなこと多分習ってはいないはずなんですけども。 なんかね全社的な内部統制に不備があるともう全社に関する内部統制に不備があるんだからあのそれは基本的な内部統制の整備に不備があることを意味しているから、えー、開示すべき重要な不備があると判断しなくちゃいけないってなんかこれ正しそうに見えるんですよねでもこれはあの習ってない話ですしこんなことはないですでこれは実は意を見ればまあ分かったんですが分かったというか推測できたんですがちょっとねこのあの選択肢難しかったと個人的には思いますで意はこれ監査人は評価対象となった業務プロセスにかかる内部統制に 不備が発見され、それが及ぼす影響に質的または金額的重要性があり期末日までに是正されない場合は開示すべき重要な不備に該当すると判断しなければならないと。これもいきなり言われちゃうとちょっとびっくりするんですがまあ、質的あるいは金額的に重要性があって期末日までに治んなければまさにこれは開示すべき重要な不備だとで、そうなるとですねやっぱりねこのあのところも同じ観点でいくら全社的な内部統制に不備があったとしてもあの金額的あるいは質的に重要性がなければそれは開示すべき重要な不備にはならないの でまあ「い」から推測しようと思えばあの苦しいんですができるとはいえども「あ」がちょっと難しかったかなと思いますしあと「う」うは正しい選択肢なんですがこれね、えっと「開示すべき重要な不備を発見した場合には是正を求めるとともに不備の内容を経営者に報告した旨を役会と監査役等に報告しなくちゃいけないこんな手続き的な話なんていうのはあの。 基本的にはどの受験生もあまり学習されてないと思いますのでここが正しい選択肢なんですがここもね「ねう」が正しいかどうかっていうのを判定するのはちょっと難しかったと。で絵だけが分かると思うんですが絵が期末日時点で開示すべき重要な不備があってその旨を経営者が内部統制報告書に記載してるとつまり正直にうちの会社の内部統制には開示すべき重要な不備があるんですよというふうに記載してるんだったらこれは、ねえー、それが是正されない限りはこれは ちゃんと正直に言ってるんだから無限定適正意見ですよね。プラスま追記ということになるので、絵はねこれはあの実力が試されるいい選択肢ですが、あいうはですねちょっとあの判断に迷ったんでここはまあ個人的にはえっと中程度かなというふうには考えています。あとねえっと問題のちょっと時間もないのでえっと。えー あれですけども問題の13、ね、これも正当可能性高いと言っていますが問題13のこの、えー、監査調書に関しても、えー、個人的にはですね正当可能性はあの、まあ、中程度だったかもしれないなとは思っています。でちょっと ピッックアップして言うとうのと「こですよねう」が分かりにくかったと思いますがこれ、えー、監査調書にはね機密情報が数多く含まれていてそこから機密情報の漏洩が生じることがないようにあの保管とかに万全を期す必要があるとで、えー、監査調書は監査事務所の所,所有に属するものの責任は監査責任者が負わなきゃいけないとこれは、まあ、あの事務所のね最高経営責任者が基本的に負いますので監査責任者現場の責任者というかあの監査報告書にサインをする人ではないので。 監査責任者が負わなければならないわけじゃないんですがここがちょっと難しかったかなというので問題13はまああのあとねちょっと本当に、えー、と時間がないのでえっ、ー、と おお伝えだけしておきますが問題のですね個人的には16と1716はあの新しい、ね、監査基準の平成30年の改定の内容ですけれども、えー、問題16についてもこれもですねあの難易度あそんなに簡単じゃなかったんじゃないかなというふうに思っていますで問題の18はですねこれ新しい、えー、監査基準の話なんですがあの ここのところではですね。まず、あのあの部分ね。えっ、ー、とあごめんなさい。問題のえっ、ー、とすいません。問題の16ですね。16。えっ、ー、と16の、えー、報告基準のところですが、えっ、ー、とあのところで。えー 無限定適正意見が表明される監査報告書に記載される監査人の責任の記述にはえ継続企業の前提に関する経営者の評価を検討することおよび監査役等との適切な連携を図ることが含まれるということでこれは、ね、あのその通りなんですね。なのでここは新しい監査報告書のひな形がちょっと頭に入ってないと「あ」が「丸だということは判断できなかったかなと思いますのでそういう意味でこのえっと 問題16は正当可能性は中程度といってもよかったかなと思いますしあとお伝えしておくと問題の17です、ね、問題の17のその他の記載内容これもです、ね、正当可能性はまあ中程度でもよかったかなと,で、えー、と逆にあのこれは口頭でお伝えしますが、えー、と問題6と問題6146141920。 六十四、十九、二十は、これはですね、えーまあ、できてもよかったと思います。個人的には、六十四、十九、二十は。バツの,の選択肢、あるいは丸の選択肢の二つがはっきりわかるので、そういう意味で、えー、今言った問題については、えーまあ、できてもよかったと思います。なので、えー、そういったわけでですね、今、私の個人的な見解を。 あの加味してもこの、えー、レックとして出させていただいた政党可能性を加味しても結局ですね政党、えー、可能性が高いのは10問中程度は6問低いのは4問ということでやはり合格、まあ、望ましいラインとしては12問程度だったかなと思います。はいえーとまあ、以上がね、えー、と問題の、まあ、ちょっとポイントかいつまんでの解説とあの内容のねせあの 難易度の説明になりますけれども、えー、今回はもう一度申しますが過去問の内容が少なかったので難易度としてはあの高く感じたし実務的な内容が多かったので、えー、難しかったただあの依然として監査論はこういうのがたまにポンとあるんですけども次回急に 簡単になったりするのでそういう時の簡単になる理由というのは過去問からの焼き直しが出るということなんですねですからあの特に次回あの受けられる方に関してはです、ね、あの過去問の重要性がますます高まると思いますのでぜひ、ね、過去問と担当ポイントアップ答弁を、ね、あのしっかりやっていただきたいというふうに思います、はいえー、すみませんちょっと時間、えー、とオーバーしましたが、えー、これで,です、ねえー、と財務の影山先生に変わりたいと思います。えーと はい、じゃあ、えっ、ー、と、以上になります。お疲れ様でした。はい、えっ、ー、と、それではですね。最後は財務会計論になります。で、えー、お手元に、まあ、財務会計論のレジュメ、まあ、一枚ですけれどもね、ありますので、ご確認の方をお願いします。ね、えー。からですね。 試験でですねお疲れ様した財務関係論につきましては標準的な問題ですので正直あまり今回の担当式試験財務の特徴がないといえば特徴がないんですね計算も理論も中には難しい問題もありますけれども標準レベルで実力の差が反映されるというかしっかりと勉強を積み重ねている方であれば点数が取れたような試験ですので。 えーまあ、例えば管理会計とか関わるのて結構、ね、難しかったっていうです、ね、声を聞きますけれども、えーまあ、その2つの科目に比べれば、えーまあ、それほど、ね、あの難しくなく、まあ、そもそも財務会計の性質上、えー、7割を簡単に取れるっていうような試験ではありますので、まあ、ボーダーとしてはです、ね、速報動画でもお伝えした通おり、まあ、120から130ぐらい、えー、取れれば、えー、よかった試験ですからまあね標準的な問題で だからといって7割取れるわけではないのでえまあ140とかね150取れなかっただからといってまあそこは悲観する必要はありませんがただまあ6割ぐらいはねえ取れた問題かなというところでえちょっとですねお配りしているレジュメの1ページ目を見てください。今出題結構、出題形式ということでえまあ速報動画でもお伝えした通りです。ボーダー等が書いてあります。出題のですね形式ですが 2019年1回目ですね、12月の本試験と比較すると、まあ、計算2台増えて、理論が2台減りましたということで、まあ、バランスはあまり多くないかなと、個人的には思っていますが、えー、計算の台数が多いと、上とを占めているという状況です。でこれはまあ平成18年、ごめんなさい、2018年ですね、2018年度の試験の割合と同じです。はい、なので、次回以降、まあ、2020年、まあ、どうなるかってのは正直分かりませんが、まあ、このあたりですかね、計算。 えまあ11台からさすがに計算14だとやりすぎなので、まあ、11から13代、まあえーえー、逆に理論はまあ9台から11台の、えー、まあどこかの間に落ち着くんじゃないのかなというのは思います、はいでえーまあ、難易度等はですね まあ計算理論ともにまあ標準レベルでえ前回、前々回がえ難しかったのでごめんなさい前,回か前回が特に難しかったので前回に比べればえ非常に優しく感じたかなとただトータルで見れば標準レベルということになります。でえまあ目標ラインですけれどもまず理論からいきますえまあ理論はですね前回も前々回もちょっと難しかったのでそこに比べるとえだいぶ簡単で、え。ー だいぶ優しくてで目標ライン、ただまあ優しいといってもです、ね、2台ぐらいは正当化の接中の問題がありますので、まあ、その2台を落としたと仮定して72分の56取っていただきたいなとで、まあ、48でもね仕方がないところではありますができれば9分の7ね取りたいところですね。9分の7 でまた後で個別のところでね少しだけ見ていきますが新しい収益認識の理論の問題も出ました。でここは大変申し訳ないんですけども、私が想定していたものよりも少し細かめなねえ問題になりましたのでまあそこはねちょっと正当可能性はえ中の中でもまあ低めなのかなと思います。はい、で計算の方は、これも優優ししでで。すね。優しめで ただボーダーがじゃあ飛び抜けて高くなるかっていうと、まあ、やや解きづらい問題もありましたし、えー、まあ難易度の高くてまと、あ、もに解いていったら解けないような問題もありましたので、まあ、印象としては優しめなんですが意外とボーダーは伸びないのかなと思います個別の計算の方は配点としては104点ですけれども、えー、まあ獲得していきたい得点は56点から64点、はい、なので、まあ、全部で13台ある中で まあ八題ぐらいを取っていきたいかなというところですね。まあできる方はさらにプラスアルファですね。点数が積まれると思います。まあちょっと五十六というのは書きましたが、五十六だと若干個別の計算は、えー、点数が低めになります。まあギリギリかなというところですね。はい。で総合問題これも優しいです。総合問題も優しめです。まあ二十四点中、まあできれば十六点取りたいかなと。まああのお話した受講生 ね、受講相談で,です、ね、お話した受講生の中ではあの、まあ、連結の部分は満点取れたという人もですね、えーまあ、複数にいらっしゃいましたので、えーまあ、そんなに難しくない。 っていうのが、まあ、成績にも反映されます、ね、ただ、まあ、実際、埋没問題としては最後の、ね、キャッシュフローに関する部分は埋没なので、まあ、ここは正解する必要はありませんけれども、えー、まあそれ以外の5箇所は取れたかなというところです。とはいっても利益・乗用金関係はそもそも埋没として初めから相手にしていないということも1つの対策ですからここもボーダーとして、ね、そもそも利益・乗用金関係相手にしていない人も結構多いので、まあ、みんながみんなじゃあ24点分の、まあ、16とか20とか取れたかというと多分そこまで取れていないと思います。はい また後でこれもコメントを入れていきますで、まあ、トータルで考えると200点中の1 2 8から120と、ねまあ、120から128ぐらいのです、ね、得点が全体としての、ね、財務のボーダーかなと思っておりますただ、やっぱり、ね、ここはできる方は140を超えている方もです、ね、何人もいました140を超えているという方もいました150超えていうのはなかなかあないんですけど、えー まあ人によっては、ね、やっぱり実力差が反映される試験ですから140を超える可能性ってのも全然、ねえー、ある財務会計の問題でしたので、えーまあ、140を超えたところで、まあ、あのすごいいい成績ではあると思いますけれどもあの決してじゃあ140を超えたからものすごくできるかとか驚きの点数かというとそんなことはありません。まあ、前回のの、ねえー、12月の担当だと まあ受けられた方はですね覚えてると思いますがまあ結構難しくて12月単独で140を超えるというと結構ですねすごいなっていう感じはしたんですけどもまあ今回であればねまあできる人であれば140を超えても全然おかしくはないよと思ってくださいはいこれが全体のラインですで、えー、各問題の分析これ右のページになります。 でえー、速報動画のところで,です、ね、正当可能性を申し上げましたけれども、えー、速報動画をご覧になられている方で,です、ね、正当可能性を2つだけです、ね、変えさせていただきましたもともと速報動画を見ていないよという方は全然気にする必要はありませんけれども、えー、一応です、ね、まあ、いろんな受験生とお話をして え問題19の包括利益、これ速報動画は正当可能性こうだったんですがちょっとできている人があまり多くないので正当可能性中にさせていただきましたというところですね、問題の19、あとはですね一番最後、問題28、これも速報動画のところでは正当可能性、定に近い中ということにさせてもらいましたが、まあこ,こはもう定でいきます。ということで、ちょっとですね2つほど速報動画に比べたら正当可能性は訂正が入っていると思ってくださいはい。 であとはです、ね、今回、このレジュメの一番右の列ですね各問題の分析の右の列で、まあ、理論はです、ね、レックだとすべて上級講座で扱いますので理論の部分は無視をして計算の部分、ね、入門生で解ける問題とそうじゃない問題をちょっとです、ね、まとめました一番右の列で入門は上級と書いてありますけれども入門生もまあ解けるもしくは入門で扱った範囲というのは入門というです、ね、文字が書いてあります。 入門で扱わないつまり上級で扱っていく論点は上級って書いてありますのでこれ見ていくとですね、範囲的にですよ解ける時代は別にして、範囲的に入門の範囲の問題っていうのが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10なんですね、10台あるんですね、入門の範囲。 はい、つまり、計算13台中、まあ、個別ですね、ちょっと上級あごめんなさい、えー、総合問題を除いて個別の計算13台中、えー、10代は入門期で扱う内容なんですね、入門期で扱う内容とで最近ですね、LINE の質問で多いのは、まあ、その入門生でお試し受験を受けられた方で、えー、どれだけ点数取ったらいいんですかっていう質問が結構多いんですけれども、えー、まあ その方は、ねえー、本当の本番というのは次の12月になるわけですけれども、ちょっとここは、ね、入門生向けのメッセージになりますが、えー、入門生、ですね、えー、お試し受験で5月受けられた方はです、ねえー、全体の点数は気にする必要はありません。というのも、まあ、理論部もやってないので、これは別に点数取れるはずがないんですよ。ね、ただ、えー、今、ね、印をつけた10代の中でどれだけ点数が取れたのかということをもう一度確認してください。で、えーまあ、この中で7割ぐらい取れていれば、つまり10分の7取れていれば、入門の学習は順調だと。えー 自信を持っていいただければと思いますでそもそも今10個です、ね、入門で勉強しているって収集つけましたけれども問題18の為替差損益の部分外科換算会計は非常に難易度が高い問題でこれは別に上級まで勉強をです、ね、頑張ってやったとしてもこれは普通解けませんなので、まあ、実質解ける問題としては9台ですね9台の中でどれだけ解けたのか、まあ、目標としては7点、まあ、7点とか7台ですね7台取れれば入門の学習は順調だと思ってください はい、でえーまあ、上級生というかですね今回の5月を本目標とされていた方は、えーまあ、入門の部分はやっぱり、ね、点数しっかりと取っていかなければいけないところですね、えーまあ、もうちょっとあとで,ですねあの各問題ごと少しだけ見ていきますけれども、まあ、この問題18は仕方がないにしてもですね、えー、入門で扱う部分他は点数取れますから。 まあ、特殊商品販売は切る人切らない人がいるのでまたここも、ね、一概には言えませんけれども、えー、この問題18の外貨換算会計と、えー、問題10の特殊商品販売以外はもう普通にテストをしていかなければいけません、えー、この中で失点、えー、をすると結構、ね、厳しくなってしまうかなと思います。はい、であとはは連結会計につきましては、ね 内容としてはもう本当に入門で扱う内容でほぼほぼ入門期の連結で解けるんですけどただ、付随費用が入っているんですね。でレックの簿記だと付随費用の部分で上級講座で扱うんで、まあ、入門生はちょっとそこは厳しかったと。で上級生は入門の内容に付随費用がくっついただけの連結の問題なのでこれは正解をです、ね、していかなければいけない。特に え問題24、25、26ですね、のれん資本剰余金、非支配株主持ち分は、えー、これはかなりです、ね、短時間で政党が導き出せます。 この部分は絶対に落ととせないところですねれん資本助非支配株主持ち分で、でそのでまで、まあ、できれば、えー、問題23の利益剰余金や27の親会社株主に帰属する登記純利益を、まあ、ちょっと取っていきたいんですがただ、まあ、ここは、ね、そもそもまあ利益関係埋没というふうにです、ね、決めて、えー、そして解かない人も、ね、いますし、まあ、それが一、ねまあ、つの戦略でもありますしほとんどの受験生がそうされているので、えーまあ、そこは、ね、利益剰余金や親会社株主に帰属する登記純利益、まあ、結果的には簡単でしたが、えーまあ、ここを無視して他のね。 問題に時間を当てるっていう戦略も、これは全然ありだと思います。はい。ただ、その代わりに。の練習本、除き、被支配株主持分の三つは取っていく必要がありましたよと。はい、えー。それではですね、内容の方というか、中身のところに、ね、少しだけ見ていきます。 まあ特徴的な問題だけですね触れていきたいと思いますで、まあ、理論はですね本当に平易な問題なので、えー、基本的に収益認識のところだけちらっと見てあとはねもう見ていきませんが、えー、まず計算のですね問題のようにここ見てください、まあ、現金預金にしてはかなり難しい問題が出題されましたふ、えーまあ、普段見たことがない問題ですので、えーまあ、戸惑った方も結構多いとは思いますし、えーまあ、ここ数年の中では、まあ、一番現金預金としてはねあの難しかったかなと思います ねで、まあ何が難しかったかっていうと、やっぱりこの小口現金のところですかね、えー、小口現金のところでなかなかこう見慣れないね、えー、資料が出てきたんで、まあ、ここでちょっとですね。戸惑ってしまったっていう方が結構多かったのかとかなと思いますね。はい。でえー、まただもう。こういう時は冷静に分析をしていくしかないんで、試験中になかなかね。冷静さ。 をですね、失う人も多いですしかつ、まあ、現金預金の問題ですから通常現金預金の問題ってのは、まあ、ほぼ、ね、9割方、えーまあ、99%解けるという、ねえー、前提で皆さんです、ね、あの問題に取りかかると思うので精神的なダメージはこれ来ると思うんですよ。はいなのでまあ、いきなり、ね、現金の問題でちょっと難しいんで、まあ、すぐに後回しにすることをこれも1、ね、つの選択肢として入れていかなければいけなかったのかなと思います。 で、え、まあ、内容としては三の一番ですね。期末に実際したところ、小口現金が六万七千五百ありましたよと。で、この六万七千五百。 ね、あったんだけれどもそのうち500を返金してるんで、まあ、結局6万7500から500返金して6万7000が小口現金ってですね、えーまあ、それだけなんですよね、えー、ただ、えー、変な資料が、ね、いっぱいあるんでなかなか難しかったかもしれませんが問われているのが BS に計上される現金の金額ですからとにかくこの BS に計上される現金の金額っていうのは真実の現金ですから、えー、そのことだけを考えて真実の現金をピックアップできたかどうかというところですね。はい なのでまた小口現金の今度3の2になりますが今度は自販機ですねこの自販機の釣り銭準備金とかですね自販機の中に売上が入っていますとかそんなのは見たことがないと思いますけれども結局、真実の現金がいくらかというところだけを考えていけばいいのでその場合は自販機に売上を含む現金が4000円入っていて手提げ金庫に入れたということは小口現金が4000円ですね真実の現金として増えているというわけですから。 その部分だけうまく抽出できたかどうかというところですね今一度確認をしてみてみくださいこれ平成29年の2回目も少し、ね、見慣れないような現金の問題が出ました具体的には新幹線の回数券なんかが出ていた年度なんですけれども、まあ、そこもですねちょっと難しかったです。で まあそう考えると結構現金の問題って今後もねこういった普段見慣れない問題が出てくる可能性は全然ありますのでえまあその時に何が要求されているのかということをしっかりと見てえまあ普段ね機械的に解いていたりだとかねえーしていた方はもう一度ですねそこを現金なのにはしっかりと見直していくということねで見慣れない問題が出たらねまあ本当にその真実の現金がどうかというところをしっかりとこう自分で判断をしていくしかないんですね。ここは。 であとはです、ね、今回、引っかけとしてあの現金の金額が問われていました,、えー、ただ資料の4のです、ねえー、括弧の1番、えー、大金庫を確認したところ次のような事実が判明しているということで、えー、これ見渡し小切手の処理としてです、ね、1番ダミーデータ与えられていますけれどもこれ見渡し小切手は当然、預金の増加になりますので、えーまあ、この括弧の1番です、ね、現金を3万5800円増やした方はこれは罰になりますのでここ注意してください。 まあ現金および預金であればねこの括弧の一番の3万5800を加えていく必要はありましたけれども今回は現金ですからこれは完全にダミーデータですはいまあちょっとね現金の問題にしては難しかったかつ計算の問題の中では一番初めにですね出てきた問題なのでちょっと受験生には精神的なね負担はあったのかなと思いますはいそしてそのまま問題の5を見てください まあここまで速報動画でもお伝えしましたけれどもえここ最近、よく出ている試験問題ですねえ流動負債の金額を答えましょうとかね BS の流動資産の金額を答えましょうとかっていうのがここ最近よく出ていますでえこれもちょっと難しかったのはですねこれは資料の8番仮受け金についてですねえ仮受け金えこれ決算整理前残高資産表に230万の仮受け金があり で資料の8番いくとそのうち200万については売り書金の回収によるものであることが判明したということなので借り受け金230万のうち原因は200万は分かっているので残った30万は原因は分からないと。で借り受け金って通常募金の問題なんかでは決算で必ず生産されるね処理をしなければいけないので BS には載ってこないということを学習すると思うんですけれどもねただ事務的には借り受け金もし期末残っていればこれ BS に計上されます。 でそのときにこの借り受け金、まあ、基本、流動項目として流動負債に計上されますので今回、それを考慮しなければいけなかったんですね、借り受け金のうち200万は売掛金の回収によるものであることが判明したと、で不明文については BS に適切に記載すると、でこれ、流動負債に計上すると、流動負債の合計額がこれ30万増えるんですね、30万増えますよと。 で計上しないと30万減るとでこれ、いやらしいことにこの借り受け金を流動負債に計上した選択肢4番と計上しない選択肢2番がありますので、まあ、ここで迷うっていう方はです、ね、結構多かったんじゃないのかなと思いますで逆にここ以外で迷ったら、ね、それはもっと簡単なところで引っかかってるということですから、ね、なので今回まあ5番ってです、ね、正当化の性中にしたんですけども、えー、これ間違えても仕方がない選択肢ってのは二2番で間違えちゃってこれも仕方がないです。2番を 印して間違えたっていうのは、別に今までの学習が不十分だったっていうわけではありません。もうこれ仕方がないですね。普段の学習の中で、下流基金を BS に計上するっていうことはやっていないんですね。はい。ただ、それ以外のところでは間違えたらいけないいけないので。えー、まあ、二を読んで迷って二にしましたとか。 ねまあ、別に迷わずともですね下流基金はこれ BS に計上しないなだから2だなって選択をしてもこしかたがなかったかなと思います。ね、ただあの、まあ、実際実務なんかでは流動項目にね、えー、区分をしていきますんで、ねまあくまでも。 受験記上は仮受け金はこう BS には乗らないということで勉強したと思いますし特にもともと日照簿記なんか受けられてきた方はですね日照簿記のこう講義なんかだと、ね、もう仮受け金とか仮払い金があったら、ね、何か未処理事項があるから必ず、ね、処理をしてそれをなくしてから BS ピールを作りましょうというようなです、ね、恐れ方する人も結構多いんで、まあ、ここはですね仕方がないのかなと思います。は、ね、はい、えー、なのでででここはですね間違えたっら別に、えー、特に特 今までの学習ね何か不十分だったっていうわけではありません。はい。で、えー、続いていきます。続いてトンでですね次見ていくのは、えー、問題の９ですねやっぱり収益認識の部分ちょっと見ていきます。はい、えー、収益認識の会計基準でちょっとね想定よりも細かいものが出てしまいましたので、えー、まあポイントアップ通連だとか だともう少しです、ねえー、こう大雑把なな、ね、どういうです、ねえー、ルールがなくなってどういうルールが生き残るかみたいなです、ね、そういうあの選択肢を用意しましたが、えー、ちょっと想定よりも細かいとで選択肢の意、ね e、についてはこれ消費税について、えー、取引価格に含まれるというです、ね、選択肢になりますがここはですね 特別講座の中で扱ったテキストに書いてありますし結構特徴的な処理ですこの取引対価の中にですね他人のためのですね対価っていうものが含まれないとで消費税というのは、まあ、間接税ですからね結局売上げ上げてお金もらっても消費税部分は国に納めていくわけですで他人のための対価なんでこれは取引価格に含まれないっていうことですねこれは説明していますし結構特徴的なんでこの部分を何とか罰と判断してこれを軸にですね正解を出して いたたただきたかっとなので、まあま速報動画でもお伝えしましたがあと正解はあ正解じゃなくてすみません×、えー、罰足は絵なんですけれども、えー、この「履行義務の充足」は支配を喪失したか否かによって判断するというところでこれ喪失だけじゃなくて獲得の方も判断の基準に含まれるというところでちょっとねここは確かに違和感感じる部分ではあるんですよね。履行義務のの充足がが支配の喪失とつながる でもどっちかというと獲得の方ででつな、ね、がっていくんじゃないのかなと思ってバツにできた方は勘、ねえーまあ、が鋭いというところでもありますし、ねまあ普段の会計の学習がこう,うまく進んでいるとこういうところで違和感を感じるということは、えーまあ、しっかりとね会計の学習を普段考えてやっているという、ねえー、方だと思いますので。 えまあそこで判断できればよかったんですがただ、ここはですね絵の選択肢判断できなくてまあこれは仕方がないと思いますので「い」をね判断してえまあ残りはですねまあ勘じゃないですけれどもね3択でえやっていくとね要は「い」がえ×なので「2」「3」「6」の中でですねえまあ迷ってちょっと3分の1で勝負という形になった人が多かったんじゃないのかなと思います。はいで えまあ今回のです、ね、担当式試験で収益認識の基準は、まあ、ここまで細かく出ていますので、えー、まあ細かいといっても、ね、例えば普段皆さんが退職、ね、給付とかリースを勉強していてその退職給付とかリースの担当の問題が出たら全然これよりも細かい問題は皆さん全然解けるんですよ。ね、基準全体としてはそんなに細かくないですがただ、触りとしししてて、ね、早期的な段階では少し細かいなって思いっ思ましたでこの段階でこれぐらいのレベルの問題が出るということは。えーまあ 次の、ね、担当式試験、まだ早期適用です、2020年度は早期適用の段階ですが、もう普通に本適用しているというものと同じ感覚で出題されると思った方がいいです。ね、なので、まあ、対策はも,、ねえー、もう2020年度からは、まあ、少し、ね、もう本適用を前提としたような対策を立てていく必要があるので、まあ、講義のほうもです、ねえー、それを前提にあの進めていきたいと思っています。ねはい、ななのので、まあ、少しです、ね、ここはは受験生にととっって酷だったのかなと思います。 はいえー、そしてそのまま問題の10ですね、えー、それを踏まえてやはりですね、えー、特殊商販売。 出ててしまっているんですねここはやっぱ収益認識との絡みですね特殊商品販売の中でもカップ販売なんかは、まあ、今回はカップ出ていませんけれどもやっぱり2021年からはカッ,プもうカップ販売の中のカップ基準というのは適用されませんから、えー、まあそういったです、ね、トピカルなところなので特殊詐欺は引き続き2020年度も出題の可能性は高い分野だと思ってくださいでただあの費用対効果は当然よくありません、ね、皆さんご存知だと思いますけども、ね、特殊商品販売をすらすらできるようにするためには相当の労力がかかりますから えもうここはですね余裕があるかないのかというところでですねもう切っちゃうというのも一つの手です、ねまあ、この問題はそんな難しくないですけれども、ねまあ、少し難しい問題が出ればもうかなりの確率で埋没になりますので、まあ、どこまでやるのかというのはですねご自身の線引きになるかと思いますけれども、ねえー、ただまあ個人的には、まあ、テキストの説明、えー、これができればいいんじゃないのかなと思います。レックのテキストだと、えー 特殊商品販売の最後の,です、ね、章最後の節かな第6節とかに総合問題がありますでその総合問題2台解ければ、まあ、基本的にはいいと思いますのでなのでまあガリガリやってもやっぱコストパフォーマンスがあまりよくありませんので、まあ、これ収益認識がトピカルだからじゃ特殊商頑張ってやりましょうというような発想にはあまりならなくていいのかなと思います。まあ、それで本当に時間が余って 全然やることないというぐらいの方であれば、まあ、特賞をやってもいいと思いますけれども、ね、特に初回受験生、まあ、次12月本番初めて受けますよという方や2回目受験の方はそこまで時間があるわけではないと思いますので、まあ、だからといって特賞に、ね、そんなにこう時間を費やす必要はないのかなと、まあ、入門期、ね、で特賞が得意で講義でやっていてでそれで引き続きできますよという方は全然、ね、あの特賞を攻めていってもいいと思いますけれども、ねまあ、ちょっとも忘れちゃっているという方は。 まあやるんだったら早いうちです、ね、試験直前に見直すようなところではありませんから、ね、なので、本当に12月に向けて、勉強開始した初めの方でね、特殊販売、やるんであれば手をつけて、ある程度、メモリーをです、ね、復活させておくと、入門期のメモリーを復活させておいて、あとはね、試験直前にまあ見直せばできるっていう状況を作る、ね、それはまさに今ですから、ね、逆に試験え直前、11月とか12月に入ってから、特殊をちょっと見直しても、多分できるようにはなりませんので、ねね、やるんだったら早いうちに対策は立ててくださいはい。 えー、それではですね。また飛んで、もう少しだけ見ていきます。飛んで飛んで、次はですね。問題の十三ストックオプションですね。はい、これは、あの形式のお話ですね。理論の形式のお話です。えー、内容としては。極めて平易な問題ではあるんですけれども。ね、ただ、ちょっと変わった形式ですよね。株式報酬費用の総額。これ変化する場合と変化しない場合と。あと変化する場合も変化しない場合もあるっていう三択で、えー。各選択肢の点末っていうものを考えていかなければいけないと。 はい、でこれ以前も退職、ね、給付でこういった形式の理論が出ていましたので、えーまあ、今後です、ね、この形式で1台ぐらいは出る可能性があるので、まあ、びっくりしないことですね、えー、とにかくびっくりしないというところで、まあ、通常の整合判断よりも若干難しいですねこれ結局、あ、いうえすべての選択肢の要は整合この株式報酬費用の総額にどのような影響を与えるのかという結論が分かっていないと基本的には点数が取れません。はい なので、まあ、消去法はあまり使いづらいですね、まあ、この選択肢の,回答の選択肢の組み合わせにもよりますが消去法は使いづらいと、はいなのでまあ、この形式、ですねちょっとこう心に刻んでおいてください。はいえー、それではですねもう1台見ていきます、もう1台はですね問題22税効果です、ね、税でからだいぶ飛びます、まあ、さっきも言った通り、今回、ね、担当式試験、財務課程はそんなに特徴がないんでね。 はい、これ税効果会計ですね、問題22で、法人税等調整額を求めなさいという問題でぱっ、えーまあ、と見な少し難しそうなんですが、ね、1点を除いてはテキストの説明レベルなんですね。1点を除いては なので一次災の集計表が与えられていますので前期末と期末の集計表を埋めますこれは本当にテキストの説明レベルですただ法人税等調整額が問われていてかつ全部純資産直入法が採用されているので このその他、有価証券に関する部分ねここは注意をしてくださいその他有価証券に関する部分は基本法人税等調整額の集計には影響しないんですが全部だからね全部1産直近法だからねただ、一応、当期末の方はその他、有価証券減損が生じているので当期末の方はこれ法人税等調整額に影響を与えていきますのでここは集計をしていきますねただ、前期末の方はここ法人税等調整額影響ないのでここはもう集計をする必要がないと。 ただこれも別にテキストの説明レベルですねで。かつ税率の変更がありますから、えー、前期末は35%でくる延税金3およびくる延税金負債を計算し当期末は32%でくる延税金3、くる延税金負債を計上します。はい、で、まあ、比較して法人税と調整額を求めていくという流れではあるんですがただこれ資料の6番ですね。 はい、ここがポイントでかつ難しいところなので結果的にこれはもうね正解しなくてもいい、まあ、埋没の問題です多くの方が引っかかっていますでねで期末において将来の一次債と加減3枚課税所得の見積もり額が1万5000だったとはい、まあ、将来の課税所得が1万5000だったっていうことは この当期末に計上するり延べ税金算もこの1万5千を限度額として計算していかなければいけません一時債の金額として。はい、でこれ当期末の一時債を単純に集計するとこれ1万7 7七百になるんですね1万7 7七百になってでこれ1万5千を超えてしまっているんですよだから超えてしまっている部分はこれ回収可能性がないって判断をしていきますんで結局この1万5千を限度としてり、えー、のべ税金算を計算していくんですねでこの部分というのは少し難しいかなと思います。 そそもそもこれって何のためにあったのかなって思う人も結構多かったと思うんですよ。でこの税効果の回収可能性やスケジューリングの部分っていうのは、まあ、確かに会計試験の範囲には入っていきますけれども、えー、まよりですねこれ終了交際に近いような内容の問題になっています。でかつまあ特にね論文だったらまだ分かるんですけども担当でここまで聞くっていうのは非常にまあ難しいで受験生にとっては酷になりますし、えー、まあ正解できなくてもここは全然問題がないのでこの部分ですねはい。えー 1万7700をベースに32%ーかけて国延税金算ごめんなさい法人税等調整額を出したという方は別にこれも今までの勉強に何か落ち度があったわけではありませんのでそこは悲観する必要はありません。はいえー、つまり回答だと、えー、これ6番かな6番で間違えた方はあの、まあ、これ仕方がないですこれ別に今までの勉強が悪かったとっいうわけではありませんあの正解は4番ですけどもね6番で間違えてしまったとっいう方は、えー、ここはです、ね、もう仕方がない。 まあちょっと高度な引っ掛けに引っかかっちゃったというところですからねだからそこはあまり気にしないでくださいというところですねはいで最後、連結の総合問題ですがまあ難易度は非常に優しめですのでまあ申し上げた通りとにかくえのれん問題24ののれんと問題25の資本要金と問題26の非支配株カブの持ち分ここをがっつりと取ると。で、利益系とキャッシュフローは捨てたとするのであれば。 これ多分10分かからずに点数取れる人は取れると思います24、25、26だけで、ね、そしたらまあ他で時間使えますから、ね、23、27、28を仮に捨てれば他で時間が使えるので、まあ、ここはです、ね、別に結果的にじゃあ、えー、利益剰余金、えー、親会社株主に帰属する当期純利益が簡単であったとしても、まあ、簡単なんですけども簡単であったとしても他で時間使えたのであればそれは OK だと思います。ね、でまあ今後もですねあのー まあ利益剰余金系をまあどう攻めるのかっていうのはね連結の得意不得意にもよりますがえまあ本問ぐらいの利益剰余金とか非支配親会社株主に帰属する登記純利益であれば個人的には解いてほしいと思いますし結局論文で連結をですねえ必ずやらなければいけないのでえ解けなければねこれぐらいの問題はすんなり解けなければ結局論文通らないんですよ。だからまあ勉強のスタートとしては とりあえず取れるような練習はしておいてあとは本試験を見て難しそうであれば切るで本を見た簡単そうであれば取るっていう選択をできるような力はつけていただきたいと思います。だだかかかららら初め利利益益金や親会社株主に帰属するるはもう埋没だから切というスタンスで勉強していくといつまでたっても連結できるようになりませんから一応できる前提で本試験上で判断していくっていう戦略が一番いいと思います。これは論文にもつながりますんで なのでぜひですね、まあ12月に向けてまあ利益系の。 練習です利益を出す練習というものも、えー、していくようにしてください、ね、また12月まではですね期間が5月に比べればです、ね、ありますのでそういう練習をする時間も多少は作れると思うんですねやっぱあの12月試験終わってから5月試験っていう期間は5ヶ月で短いんですけれども、ねえー、逆に5月試験終わってからの12月は7ヶ月ぐらいありますので、ねえー、その期間はですねうまく使って、えーまあ、自分の苦手分野を、ねえー、なくしていくようにしてください今、ねまあ、今後もです、ね、今回のような担当式本試験が 財務議論ですね続くのであれば実力差は反映されますし、まあ、頑張ればある程度成果は出ますもう理論なんかは非常に平易ですから、ねえー、覚えただけ成果が出るという試験になりますので、えーまあ、個人的に財務課議論であれば今回のようなです、ね、問題が続くことを、えーまあ、祈っているというところです。はい、でまたです、ね、1か月後、まあ、3週間後かな、えー、合格発表ありますけれども、ねまあ、そのところでですね、えー、また合否を踏まえて、まあ、分析会的なものをやりますので、えー、そこのところでですね また例えば12月に向けて、それとも8月に向けてというところをお話をさせていただきたいと思います。はい、えー、それではですね、豪、え、華、ー、担当の分析会全、えー、科目の、ね、以上になりますんで、えー、まあ、この後ちょっと営業課長の方からお話があるというところなんで、えー、財務課長は以上にさせていただきます。お疲れ様でした。